はい、どうも、こんばんは。2017年12月の、10月の12日、22時45分です。よろしくお願いします。まったり雑談楽しんでいきましょう。お疲れ、ざましん。お疲れ様です。パチンコ負けたわ。ダメだね。最近ダメだ。流れが良くない。全然勝てないよ。桃組1。おお、本当に。おお、いいね。さすが、ヨシエさん。俺も今回桃組強いなと思って、取るかなとか思ってたんだよね。すげえ、6959。やばいね。やば。強いね。慎吾さん。ああ、ヨシエさんだね。ヨシエさん。強さの秘訣はヨシエさんですよ。ちょっと自己啓発について語ろうよ、みんなで。自己啓発について語ろう。自己啓発。俺は自己啓発すごい大事だなと思ってるんだけど、みんなどう思う？はい、こんばんは、ペコちゃん。おい、ヤナラッキー、お疲れー。桃組ラストスパート、そうだね、無料アイテムもし余ってる人いたら投げてください。どうなんだろうね、勝てるのかな、ちょっと状況わかんないけど。おすすめの自己啓発本はね、本当に人生変えたような本があるんだけど、思考は現実化するっていう本だね。思考は現実化するっていう本がおすすめかな。すごい面白い。ちょっと高いけどね、分厚いし。読みやすいと思うよ。ベストセラーなんだけど。思考は現実化する。おい、みつけはどつ？ベストセラー。
思考は現実化する。1973年、7000万部売れてますね。Think and Grow Rich です。ダヴィンチコードと同じぐらい売れてるのかな。あと、キャッチャー・イン・ザ・ライ。DS サリンジャー。あ、じゃあ JD サリンジャーか。キャッチャー・イン・ザ・ライ。これも6000万部だから、結構すごい売れてんじゃないの。日本だと売れてないのかな。多分自己啓発本では世界ナンバーワンの本じゃない。ナポレオン・ヒルっていう人が書いた人ね。すごいいい本だよ。一回読むのと読まないのでは全然違うと思う。思考は現実化する。結構たくさんあるんですね。この秋のサンマ食べて美味しかった。今回サンマ少なかったんじゃなかったっけ？高かったよね。すごいおすすめだよ。思考は現実化するわ。人生変わったぐらい影響を受けたかな、俺は。人生変わったぐらい影響を受けた。ほら、ロンダーバーンの引き寄せの法則の元になってる本だね。引き寄せの法則で合ってるっけ？ロンダーバーンの方。負けたよ。大負けだよ、大負け。数いらっしゃい。負けだよ、全然勝てねえよ。僕は鶴見人格改造マニュアル読んで向精神薬に走った。あれ面白いって言うよね。鶴見なんて読むんだろう、この人。あれ読んでないんだよね、人格改造マニュアルね。なんて読むの？鶴見在。この人はなんて読むんだ？鶴見。鶴見なんて読むんだろう？鶴見渡るだ。東大卒なんだ、この人。鶴見渡るなんだね。
俺はあれだわ、人格改造マニュアル欲しいんだけど持ってなくて、こっちしか持ってないで、完全自殺マニュアル。面白いよね。読み物として普通に読めるからな。面白いよね。どういう話なの？完全なんだっけ、人格改造マニュアル。自己啓発本ではないでしょ。自己啓発本ではないでしょ。名前がいいよね。完全自殺マニュアル。パッケージも受けたんだろうな。はい、楽しんでってください、ゆきゆきさん。ちょっと自己啓発についてみんなと議論を交わしたいなと思って枠を取りました。やっくんありがとう、いつも。やっくんありがとね。シャオおはよお、ケイちゃんいらっしゃい、こんばんは。どうも。こんばんは。ピンク優秀。やっぱ関慎吾さんと俺とユカチーとあとキオスクさんだから結構粒が揃ってるっていうか、うわやばいね。 やばいね、それはすごいわ。勝ったかもね。ティンカーベルいらっしゃい。
わあ、圧勝じゃん。圧勝じゃん。もう勝ち確でしょ、これ。やったぜ。儲け。やったぜ。ほぼ確だね、これは。めくれないでしょ、あと1時間じゃ。金梅さんとかも登録してないから、これはほぼ確だわ。ありがとうございます。よしえさんに感謝だね。よしえさんに感謝でしょ。ありがてえ。やったね。いえいえ。ここが緑の奇妙なオーバーザトップしたらウケるのにな。緑は勝てないでしょ。トリプルスコアぐらいいってるわけだから、ちょっと厳しいと思うよ。いやね、補充できるもんじゃないからね。難しいでしょ、やっぱり。ていうかさ、2チャンネルにさ、関慎吾さんのさ、スレッド立ってんの見た？大花火ありがとうございます。大花火ありがとう。大花火ありがとう。すいません。いえいえ、こちらこそお世話になりました。ありがとうございます。ご支援ありがとう。なんか2チャンネルのスレッドに こんなんが立ってて これめちゃめちゃ笑ったんだよね。ツイッターから見た？ありがとう、みずけ。これ。スレッドのタイトルが、閲覧注意、有名ニコ生主、梅毒に感染してしまう。なお、HIV の疑いもある模様、つってさ。これ大丈夫なの？これやばいでしょ？慎吾さん。これやばくない？マジで死ぬでしょ？これ手足口病なのかな？これ死ぬよね、多分。いや、梅毒に感染したらしいよ。誰だよって言われてるからね。ニコ生時代、ハルヒって名前で。やばいよね、ちょっと。で、5ヶ月ぐらい放置してるらしいよ。大丈夫なのかな？これやばいよね、ちょっとね。こんな、体こんなんなっちゃってるんでしょ？ これはまずいよね。ダニじゃないね、これは。これはダニじゃないね。明らかにもう何かに感染してるのは確定だよ。何かに感染してるのは確定なんだよ。あ、背中はコラなんだ。手と足は本物なの。笑ったよ、本当に。梅毒はダメでしょう。大人になってからオタク風邪かかるとやばいって聞くけど、手足口病は大丈夫なのかな。あ、どうなんだろう。俺子供の頃オタク風邪やってるからな。パンパンになるよね、あれ。梅毒は一回流行ったよね。今時梅毒ってっていうか、結核とかも流行ったじゃん。だから免疫が一周してなくなるんでしょう、多分。絶滅したようなのが復活しちゃうんだよ。
まあ、どっちにしろちょっと心配だよな、あの症状は。最近見ないのは医者か疎くなってるか見逃される。ああ、まあそうだろうね。まさかって医者も思うんでしょ。東京五輪でまたいろいろ病気流行りそう。なんか俺流行りもんの病気になったことがないんだよね。なんかね、子供の頃めちゃめちゃ病弱で、ほんと入退院繰り返すような子供だったんだよ。幼稚園の頃とか、それ以下の時に、もうずーっと入院してるみたいな。だけどね、なんか知んないけど、小学生ぐらいになってからめちゃめちゃ病気耐性強くなったんだよな。ほんと俺死ぬんじゃないかと思ってたもんね。この子ダメだみたいな。子供の頃いっぱい病気したからだろうね、多分。ああ、トトさんもありがとう。トトさんアイテムありがとう。おやすみなさい。すいません、アイテムいただいて。おやすみなさい。ゆっくり休んでください。ありがとう。ありがとう。なんだよ、今日は絡んでくれるリスナーさん全然いないじゃん。絡んでよ。かまってよ、もっと。誰が暇なコメント職人いないの？こんばんは、もつさん。こんばんは。俺も腫れが少し出ただけで病気だったし、まあ少しの変化でも病院は行くべき、病気は行くべき。死ぬかな、本当にな。でも生主ってタフだかんな。はい、こんばんは、母さん。有名な生主で死んだ人っている？まだ死者は出てない。俺とか死んだら葬式とかやってくれんのかな？オフ会とかなんか周りの生主とか祝ってくれんのかな？抗がん腫れ、ああ、そういうのはわかるわ。性病になった時の焦り方、尋常じゃないよね。性病は嫌だよね。抗がんは焦るな。
想像するだけでも痛そう。血行が悪くて、性病ではなかった、血流が悪くて。へえ、怖怖。幼少期にきっと免疫強くなったんだね。 K は大人になってからの方が病気になった。うつとかパニック障害とか耳鳴りとかめまいとか。今もめまいとうつの真っ只中だけど、わざわざ放送してたので来ました。ああ、ありがとうね、来てくれて。精神系か。俺パニック障害持ってるけど、パニック障害だって気がつくまで大変だよね。なんでこんなことになんのって思うもんね。原因不明だった頃はほんと怖かった。不妊になるかも程度で、痛みもなかったので放置。まあ病院行って病名聞くだけでも安心するよね。なんだろうね、あの病名を聞いた瞬間安心する現象。謎だよな。精神的に来ると結構きついっていうか、どう向き合ったらいいか分かんないよね、最初は。っていうか精神病、俺はその俺の場合なんだけどさ、その自覚がなかったから、自覚がなくてなんとかその切り抜けてきてたから、うん、だからちゃんと病名を聞いた方が対処はできると思うから、そのなんか精神病は甘えとか言ってる人は、俺はなんか頭おかしい人だと思ってて、なんか風邪ひいたらなんか腕取れても唾つけとけば治るみたいなことを言ってる人だと思ってて、うん、治んねえだろみたいな。ちゃんとやっぱり精神病んだらちゃんとした方がいいと思ってるね。心は意外と簡単に壊れるっていうのがよく分かった。大人になったら。なんかその精神病を、心を鍛えてないからだっていう論理の人っているじゃん。心が弱いから病気になるんだって。全然違うでしょっていう。それは俺はね、すごい偏見だと思ってる。未だに向き合い方わからないから、人とも病気とも向き合い方わからない。言葉が狂気になるのが精神病になって痛感したこと。言葉は武器になりますね、狂気になりますね。ああ、太陽は絶対関係あるね、絶対関係ある。俺もそれはわかる。太陽浴びないとダメ、人間は。で、あの心療内科でもちゃんと散歩することとか推奨するからね。
圧勝ですな。圧勝。引きこもりがちだけど絶対毎日散歩はするな。ああ、それは大事だと思うね。大事だね。重組強いね。なんか人数の割り振り方間違えてない。だって昨日も重組勝ったんでしょ。昨日も桃圧勝でしょ。あ、ありがとうございます。球バンバン投げてください。もうとどめ刺しましょう。あざーす、リュウさん、さすがワドリスナー。太陽が重要って聞いたことある。人も光合成する。人も光合成っていうか、ビタミンが作れないんだよね、太陽を浴びないと。光合成って言ってもいいかもしれないけど、言葉が一番怖い。わかる。 すごいわかる。だからその生主とかやってるからさ、人よりも言葉の使い方うまいわけじゃん。気をつけてるもんね、リスナーさんにその言葉を向けないように。だってグーの音も出ないぐらい言いまかすことできるもん。で、俺よりも強い人っていっぱいいるの。鮫島さんとか。鮫島さんの言葉はね、もはや狂気どころじゃないよ。兵器だから、あれ。兵器。ビタミン E だっけ？太陽から吸収するわけじゃなくて、太陽光を浴びると体内で生成するっていうのが正しいかな。だから太陽浴びてないと、ビタミン E を体内で作らない。面白いよね。でももともと人間って夜行性だったりするからな。俺はね、なんか朝必ず起きなければいけないっていう考え方もちょっと偏ってると思うんだよね。灰皿捨ててくるか。ょっと待ってて。はい、ただいま。
サメちゃんさんの切れてる放送は怖くて見れないです。サメちゃん悪い人ではないけど言葉が怖い。和道さんが初です。それわかるって共感してくれた。あの人はもう武器だからね、兵器だからね。エンジンかかんねえな。このさ、エンジンはどうしたらいいんだろうね。難しいよな。毎回ね、スロースターターだからね、乗ってくるとね、楽しいんだけどね。乗るまでが時間かかるんだよな。酒でも始めようかな、俺。喋りのこのテンポ感っていうか、エンジンのかけ方っていうか、やる気スイッチというか、いまだにわかんねえな。楽しい時すげえ楽しいんだけどな。困っちゃいますね。本当に波が激しいよね。こっちでも全然いいよ、全然いいよ。自己啓発は心が弱い人が多い。俺ね、そのね、論法を使う人ね、あんまりよくわかんないんだけど、自己啓発をやる人は心が弱い人、自己啓発本を読む人は騙されてる人、洗脳だっていう論法あるけど、本当にそうか。変な夢見て、あ、おはよう。自己啓発は心が弱いってさ、実際それ体験談じゃなくてオーマンの想像じゃないの。コーヒー飲んでるけど、胃酸多過になりません？逆流性、ギャスター10飲んでる。ああ、ならないな、俺は。ならない。自己啓発は心が弱い人が多いってさ、間違ってない？なんかそれ、ちゃんと統計取れて言ってんのかっていうのあるよな。絶対想像でしょ。水を飲んでると死ぬぞみたいな話に聞こえるんだよな。意外と強気な人も読んでる。いや、俺全然普通に何だろう。何かにすがりたい気持ちはわかる。自分で弱いって思えて言えることが大事。いや、なんかそれは賛成なのよ。だけど、なんつうんだろう、その人間ってさ、人間じゃない、日本人ってさ、その精神を鍛えるとかさ、精神をさ高めようとか、考え方を勉強しようっていうのがオカルトだと思ってるでしょ。だからなんか俺は違和感感じるな。なんかむしろその自己啓発ちゃんとやってる人ほど成功してるイメージがあるの。考え方を広げる意味で読むことはある。
具体的に、そういうことをやったことがあって、ダメだっていう体験談ならわかるけど。その憶測でものを語ってるっていうのはちょっと感じるかな。だってさ、何かにすがる人が自己啓発をするっていうイメージじゃないの？宗教ならそれわかるんだけど、すごい主体的にやってるわけじゃん。自己啓発セミナーに行ったり、自己啓発本を読む人って。向上心高いイメージがあるんだけど。心の強さ、弱さって。だから多分、そうに、オーマンとかの論法を使う人って多いんだけど、読んだことあるの？って言ったら、ないって答える人が多いんだよ。セミナー行ったら自己啓発じゃなくね、正解。だけど、ちゃんとテクニックを教えてくれるところもあるんだよ。自己啓発セミナーってどういうことやるかボロンズ知ってる？俺何回も行ったことあるからわかるんだけど、めちゃめちゃ体系的だよ、ちゃんとしてるところは。軍隊とかが使ってる、PTSD の療法を取り入れてたりとか、世界変わるよ、本当に。なんかさ、みんなさ、それでは皆さん手をかざしましょう、万歳みたいなもんだと思ってるでしょ。なんかそういうイメージじゃない、みんなって。それはただの宗教だからね。新興宗教だからね。そういうもんじゃないよ。なんかみんな誤解してるけど。全然違うからね。そういうのもあるけど、そういうわけわかんないことやってるのも。最後に泣いたのはいつだね。最後に笑ったのはいつだね。まあだから知らない人ほど批判的だよね。俺は結構強くおすすめするよ。自己啓発セミナーとか、ちゃんとしたところのセミナーとか受講するの、一回でも人生変わるよ。PTSD は、そうだね、心のトラウマだね、簡単に言うと。心の、要は人を殺しちゃった兵士とか、戦争に行った兵士とかが寝れなくなったり自殺とかするのを PTSD って言うんだけど、簡単に言うとトラウマだね。そういう心理療法のノウハウとか持ってる人がいるのよ。人間が潜在的に持ってるパワーとかをね、確信するよ。人間ってすげえと思う。お、のんちゃん帰ってきた。帰り。あれ？お帰り。あれ当たったっつったけど、その瞬間外れたんだけど、のんちゃん。虎柄外したんだけど。やばいよね。自己啓発が重要なのはわかるんだけど、人から教わってわかるものかなって疑問もあるな。それはうまさがあるね。コーチの当たり外れっていうのがある、正直。で、外れもいっぱいあるから。で、うまい人はめちゃくちゃうまいよ。だからそれは先生の当たり外れに近いかもしれない。要は教えるのが下手な人っているんだよ。あと、体系的に学んでない人もいるから。やり方を学んでる人はすごいよ。なんか自己啓発って精神論だと思ってる人が多いんだけど、ホーリーさんいらっしゃい。ヤーマンって何？ヤーマン、アゲアゲがよくわかんないんだけど。
あ、そうなんだ。もしよかったら一緒に話そうよ。人から教わってわかるもんなのかなっていうよりも、普通の人って精神についてあんまり理解をしてなかったりとか、トマベチとかうまそうっていうよりも、あれは洗脳でしょ。あれは宗教でしょ、完全に。俺はトマベチヒデトは宗教にしか感じないけど。自己啓発に頼ってる時点でダメ。しかし、自己啓発のセミナーを主催する側とか本出してる人はすごいと思う。ああ、俺、オーマンの考え方全然賛同できないな。俺はセミナー主催とかもしてたけど、主催してる人とも交流あるけど、めちゃくちゃ人の通ってるよ。知り合いのすごかったな、この人すごいなっていうテクニックとかは、なんだっけ、ひろゆきと喧嘩した女の人誰だっけ？はい、こんばんは、ゆきのちゃん。なんだっけ？誰だっけ？誰かわかる人いない？ひろゆきとテレビ番組で大喧嘩した人。トマベチヒデトは説明はうまいと思うけど、俺はあの人は面白おじさんだと思ってる。めちゃくちゃ面白い人っていう感じだね。勝間和代だ。勝間和代とか来てたよ。勝間和代が来てた。取材っていうかプライベートだよ。例えばそのさっきの続きなんだけど、なんて言ったらいいんだろうな。今の人たちって人間が持ってる、できる人間の法則性とかってすごい分かってないと思ってて、っていうのも、マニュアルを手にしたらできると思ってる人って多すぎると思うの。要は、やり方を真似たら自分も同じ結果になるって思い込んでる人ってすごく多いと思うのね。だけど、実際は世の中どうなってるかっていうと、やり方じゃなくて、その人間がやったからできてるのよ。で、そのに、そういう人間って法則性があるの。で、それを引き出すっていう方が、俺は特別だと思ってる。いや、別に合わすつもりなくていいよ、全然。俺は別に俺に合わせろなんて言ってないけど。でも、ちょっともったいないなぁとは思うけどね。一回本物に出会うと人生変わるよ、本当に。いい悪いっていうか、俺が指摘してんのそこじゃないんだよ。おう、イリコさん、アイテムありがとう。俺が指摘してんのそこじゃなくて、知らないものを想像で感想を言っても意味ないよねっていうことを俺は言ってんの。あ、そういう意味なんだ。俺が言ってんのはそこじゃないの。自己啓発の議論をしようって言ってる時に、知らない、体験してなくて批判する人っていうのは、その意味があるのかっていうことを言ってんの。ニュアンスわかる？いい悪いじゃなくて、いいとか悪いの前提として、例えばいつも話すんだけど、それって全く意味なくねえかっていうかさ。TK 忍者こんばんは。そこになんか疑問を感じるかな。地獄。その前に知らないって勝手に決めつけてる。いや、だから問いかけたけど答えなかったじゃん。問いかけたじゃん、俺。
はい、ごきげんよう。問いかけて返事がなかったじゃん。問いかけたじゃん。え、何じゃあ、あるの？あるんだったら別に話し変えるけど。日総研。どれくらい通ったの？自己啓発の本必要かなとは思うけど、面白いよね。自傷行為とか薬の範囲も自己啓発で改善できるかな。改善する気があるかどうかじゃん、ケイちゃんに。なんか何事もそうだと思うんだけど、変えようと思ってるかどうかじゃん。自意識じゃん。で、変えようじゃなくて、変えないといけない状況を作るっていうか。でも、のんちゃん、自傷行為もう一切しなくなったよ。付き合って。半年ぐらいかかったけど。3回行ったけど、結局宗教みたいで微妙。宗教みたいな自己啓発セミナーがあるのは事実。ちゃんとしたところじゃなくて、宗教団体が主催してることもあるから、それは否めないね。この先の未来のために自己啓発本読んでみよう。おすすめします。俺の場合、自問自答が自己啓発の方法なんだよな。あのね、ボロン違う。自己啓発と自問自答は全然違う。哲学と自己啓発って似てませんか？だからね、違う。元さんもボロンジュも多分イメージ先行になってると思う。全く違う。全然その違う。俺は今まで自分を高めようとで来なかったけど、だからこそ大なり小なり自己啓発は大事だと思う。上を目指そうって意識ないと毎日が退屈になる。ああ、それはあるよね。少しでも宗教を開きたいと思う。俺はだからさ、この前も言ったんだけど、ニコラスさんね、俺は宗教、人を救う鍵は宗教だと思ってたけどね、宗教はダメ。宗教はダメ。宗教じゃ人は救われない。それが結論、俺の。だから宗教を開きたいかっつったら開きたくないね。宗教じゃ人は救われない。相手作ればいいっていうか、気づくことじゃん。相手がいたから自傷行為やめるっていうわけじゃないから。和道だよ。ある程度成功してから自己啓発は必要かもしれないが、成功するために自己啓発は必要ない。まあ、的を得てるかな。ある程度成功したら、成功するために自己啓発は必要ない。まあ、そこ後半はすごい同意できるかもしれない。成功するための絶対条件だとは俺は思ってない。確かに。ただ、成功したから
成功してから手に入れるもんとも違うかなとは俺は思ってるけどね。うん。別にその発展途上の段階でそこに取り組むっていうのは俺は賛成かな。実際それで目から鱗だったこととかいっぱいあったから、自分自身の中で。何をもって成功？あ、俺のね、成功の定義は簡単。俺の定義ね。自己実現能力。うん。前の方が良かった？アホじいらっしゃい。うん。お疲れ。ちょっと我が強くなったんでね。和道にしました。自傷行為やめたい。やめられるようになりたいとは思って努力はするけど、行き詰まると無意識でやってしまっている自分が嫌で、方法探し中です。方法を探すんじゃないよ。うん。なんだろう。死ぬ気じゃないでしょ。自傷行為するのって。自己実現能力、詳しく教えて。手に入れたいものを手に入れる力を持ってるかどうかだね。成功って功を成すって書くんだ。手に入れたいものを手に入れる力。成功っていうものに書いてある。功を成すって。友部秀人、本何冊も買ってしまってる。どうしよう。なんかいらないから、からっても感じてるんだ。友部秀人さんの本ってさ、全部内容一緒だよね。和道は何を得たいの？ああ、俺か。俺は今何を手に入れたいのか。俺が今欲しいもの？スケールをでかくしたいかな。今の生活の。基盤はもうできてるから。スケールをひたすらでかくしたいね。自傷行為って注目されたい、もしくは構ってほしいからだと思う。俺もそうだと思うね。閲覧？あ、閲覧だけじゃなくて、全部。死ぬ気は全くないでしょ？いや、全部全部。梅やん。多分、梅やんが想像する全部だよ。スケール全部を手に入れたい。ただ別に形を変える必要はないと思ってるね。形はもうできたと思ってるから。大きさをでかくしたいだけだ。欲張り。俺は欲張りだよ。全部欲しいもん。でもまあ欲しいものの最低限の形はなったから、ほぼもう手に入ったも同然だと思ってるね。あとは年数と密度だと思ってるかな。自己啓発の話全然いいよ。全然いいよ。いや、戻してくれたりとか、どうなのっていう、その前に進む質問が欲しいかもしれない。俺から語るっていう感じではないから、俺の放送って。自傷行為って生きてる実感欲しいからやってるのかと思って。ああ、だからそういうことだよ。我ってなるべくない方がいいんですかね。俺はもう我を極めようと思ってるから、俺は逆の考え方かな。俺は逆。あれ、今ピコンって鳴ったよね。あれ、今携帯鳴ったよね。最低限は働かなくても生活できるレベル。ああ、それ、そういう例えで合ってるかもしれないね。要は食っていけるレベルっていうのが最低限だから。162人見てる枠で自傷行為を自ら明かすって意味もやっぱりかまってたんだなと思う。まあまあ、そういうことでしょう。なファッションになっちゃってるんでしょ。そのケイちゃんにとって私はリストカットしてますっていうのが。自傷行為ってダメなこと？ダメなことっていうか、まあ、刃物を人に向けたりしてるわけじゃないから、自傷行為がダメとは思わないです。ダメなことかいいことかで言ったらダメなことだと俺は思うね。俺はダメなことだと思うよ。なんでかっていうと、得をする人間が誰もいないから。ケイちゃんも含めて、ケイちゃんの周りも含めて、
なんかその自分のものだから自分を傷つけて構わないでしょっていう論理じゃん。だけど周りからすると誰も得しない行為に見える。それで喜ぶ人はいないんだよ。ルー体操はいいんじゃない？アファーメーションっていう概念を作った人だからね。ルー体操もダメで、別に友部千秀とかダメだと思ってないよ。めちゃめちゃ優秀だと思ってるけど、あの人教祖に向いてる人だと思ってるから。じゃあ、ケイちゃん、ズバッと言うとね、生きてる実感がないから死に近づこうとするの。要はね、死ぬ瞬間を見てすっきりするっていうのは、死に近いものを見て生きてる実感を感じるようになって快感になってるの。だからね、生きる目的とか生きる意味みたいなものを見つけ出さない限り、その自傷行為っていうのは止まらないと思う、俺。あるでしょ。生きてるか死んでるか分かんない状況で唯一生を確認する方法なんだよ。ズバリだと思うよ。あ、たまありがとう、アロイさん。たとえ人に刃物向けてなくても自分の傷つけてないと思ってても自分を産んだ親が一番。あ、いやもう親とかね、通用しないよ、自傷行為してる人には。生きてる実感が欲しいだけだから。多分生きてる実感がないんだよ、ケイちゃんは。だからこう死に近づこうとする欲求が生まれちゃう。でも傷口見せたりするわけじゃないし、切ることで快感を得てスッキリさせるからリセットのために切る感じ、ガス抜き。じゃあ止めないし、ここで話すことではないかな。自分の趣味でやってることだから、ここで話すことではないと思うよ。ケイちゃん。その傷を見せてるのと同じだから。そう。自傷行為はメンヘラが自己満のために行き着いたただのかまってさんの先の表現。なんだろうな。なんかこう自傷行為をして喜ぶ人がいるんだったら俺はいいと思うけどね。それがアートだったり芸術とかだったりするんだったらいいけど。あんまり何も生まないからな。なんか俺は生産をしてないっていうことは結構悪に近いことだと思ってるから、その何でもいいから、その人間に生まれたらその
生産をしなければいけないっていうのが俺の基本的な考え方かな。で、それが極端な話、食えなくてもだね。それはね、周りのためにっていうわけじゃなくて、自分のためになんだよね。自分のために。居場所がなくなるんだよ。生産をしないと、消費だけやってると。バランスが取れないんだよね、自分の中で。だから生きてる意味みたいなものを失っちゃう。何かしらの生産をした方がいいよ。生産する喜びを見つけた方がいいよ。どんな表現でもいいから。現実世界で生産性がない、行き場がない、和同枠で存在感アピール、批判されるのみ、さらに行き場がなくなる。どうでしょう、どうしよう。マナーを守ればいいんじゃないの。もっと大変な思いをして生きてる人たちがいるのだから、リストカットなんかしないで頑張って生きてほしいですね。いや、俺はさっきのケイちゃんの言葉からすると、私が私の体勝手に傷つけてるんだから誰にも迷惑かけてませんですよねって、本気でそう思ってるんだったら切り続ければいいと思ってるね。本気でそう思ってるなら、どんどん人がいなくなるよ。で、俺はそういうケイちゃんは嫌いだね。で、もし俺とケイちゃん自身が俺と仲良くやりたいとか、俺のこと好きだって思ってるんだったら、そういう行為はしないでほしいね。それよりもケイちゃんがそのなんか楽しいことがあったとか、その恋人ができたとか、働き始めたとか、病気が良くなってきたとか、そういう幸せに生きてほしいと思うけど、それはケイちゃんに限らず、もし俺のことが大事だと思うんなら今すぐやめてほしいかな。極論だけど、本気で死ぬやつは黙って死ぬ。それはそれ、まあ、そうなんだけどね。いや、延長戦とは全然関係ないと思います。思いません。全く関係ないです。むしろ生きたい願望が強い人だと思ってます、自傷行為は。絶対につながってない、死とは。だって誰でも分かるじゃん。手首切って死ねるわけないもん。やってる本人も分かってるよ。ヒトラーさん、おはよう、アイテムありがとう。絶対関係ない。要はさっきも言ったけど、生きてて表現する場所がなかったり、生きてんのか死んでんのか自分が分かんなくなって、手首を切って傷口見た時、要は死ぬ実感を得た時に生きてる快感を得てるのよ、対比のもの。だから生きたいっていう証明なの。超高層階から飛び降りたりとか、電車にひかれたら絶対死ぬから。死ぬ人間っていうのはそういう方法を選ぶ。首吊ったりとか。分かってやってんの。手首切っても死なないって。いやいや、まあそうでしょ。なんでかっていうと、ほら、メンヘラのリスナーさんとか、まあ彼女もメンヘラだし、俺もメンヘラだから、よく分かるんだよ。気持ちが。気持ちがよく分かる。でもそこからは何も生まれない。現実逃避してるだけな。
手首の動脈切るには相当の力で切らないと切れないじゃん。手首切り落とさないと無理だよ。配信者は現実逃避世界。俺はね、そういうふうに思ったことは一回もない。まあ、ただ、そういうふうになっちゃってる人はたくさんいると思う。俺実はね、リスナーを一回もやったことなかったの、梅屋。で、俺は、その、喋りで飯を食うっていうふうに決めてて、で、それの手段としてたまたま配信を選んじゃったのね。で、リスナーをやったこと、実はゼロの状態でアカウントを買って放送してたの、ニコ生で。だから、やってから気づいたね。自分がちょっと特殊だっていうの。あんまりね、ネット文化って好きじゃないのよ、正直言うと。ネットの常識って社会の非常識だと思ってるから。あんまりインターネットの中で行われてることは俺反対なんだよ。だから俺はただのツールだって言ってるね。俺を表現するための。電話とか電卓とかと一緒だよね。カセットコンロとか。ただの道具、俺にとっては。ちかちゃんいらっしゃい、こんばんは。そうだね。で、自己啓発のこと語りたいんだけど、あんまり語れてないかな、今。こんばんは。それで飯食えてるな。そうだね。結構いい人生だね。幸せもんだと思う。この4年で変わったのは、泣けなくなったのがここ最近。やっと泣き方が思い出すと泣けるようにはなります。感情を出せるようになったことはいいことだと思うよ。もっと思いっきり泣いて笑って怒っていいと思うよ。朝配信ではやってた。よくやってたよ。もともとそういう語りやりたくて配信者になったっていう部分が多かったし、俺はね、決めてる人間と決めてない人間が結構人生を左右すると思ってて、まあ多分言ってる意味わかんないと思うんだよ。決めてるって意味と決めてないっていう意味。精神論って抽象的じゃん。具現化できないっていうか、言葉にできないことって多いから、俺は体感がすごい大事だと思ってんだけど、腹のくくり方って人生全部において、全てにおいて出ると思ってんの。やっぱ腹くくってるやつって強いのね。で、うまくいかない人って腹くくってないんだよ。それね、やっぱりね、子供の頃からよく分かってたの、それは。直感で。19歳の時ライブハウスやって、プロに出た5組のアーティストがいるんだけど、もうね、ライブ見ても打ち合わせの段階、リハーサルの段階でもう全部わかるの。要はね、うまいやつなんか腐るほどいるの。どの業界にも強いやつとかうまいやつとか頭のいいやつって腐るほどいるの。でも売れるやつってそういうやつじゃないんだよ。不思議でしょ？売れるやつってそういうやつじゃないの。でもう会った瞬間にわかんの、こいつ売れるって。要はね、人間力なんだよ、ほとんどが。だから、プロの世界、アマチュアでうまいやつなんか5万といるんだよ、本当にびっくりするぐらい。テクニックだけで言ったら、この人たちプロになれるよって。だから、運を引き寄せるかどうかなんだよ。運って何かってさ、ランダム性とかさ、偶然とかラッキーだと思ってる人いるでしょ。違うんだよ、運って。運ってね、傾向があるの。で、その運っていうのが、なんつうんだ、逃げ道として今使われてると思うの。でもね、成功する人間で運を使いこなすんだよ。野前のあるさん、こんばんは。運って何なのか本気で考えた人っていないでしょ。うまくいってる人ほど、運とか月とかって何なのかすごい考えてるよ。すごい意識してるし。ね、俺はね、結局ね、笑顔だったりすると思うの。運のいいやつって。簡単に言うとね、運のいいやつってね、不幸を忘れる能力なんだよ。で、私はついてるって言うんだよ。スルーだなって何？ごめん、ゆきゆきさ、ごめん、のんちゃんのためにっていきなり言われてスルーだなって何？ 人がトークしてる時にさ、のんちゃんのためにっていうのが、いきなりさ、ゆきゆきさ、人がトークしてる時に、のんちゃんのためにっていきなり言われて、何のことか分かんないよ。それをスルーっていうのは失礼だよ。読めるコメントじゃないものは読まないよ、俺は。日常会話でコーヒー入れようぜ。コーヒー入れようっつってさ、アイスコーヒーとホットどっちがいい？のんちゃんのために。
コーヒーとアイスどっちにしようかなってなるでしょ。その前に投げた？え？どこのことよ？どこにあんの？え？ないけど。ん？何？その前に投げたって何？のんちゃんのためにがいきなり来るんだけど。え、どういうこと？何を投げたの？のんちゃんのためにの前にコメントないけど。何？ちょっと謝ってくんね。何もないけど。ね、弾は見えないよ、言っとくけど、俺に。それでスルーかなっていうのは失礼でしょ。傷つくよ、俺だって。いや、弾は表示されてないじゃん、誰もコメント欄に。本人しか表示されないコメントってあんだよ。ふわっちの弾は俺の方に表示されません。無料アイテムでしょ？ちょっと謝ってくんね。本当に。いや、いいけど。ありがとうね、たま。とことこさん、こんばんは。いらっしゃい。努力は報われるというか、どういう努力かによるんだよな。ああ、すごいいいこと言うね。え、何？何の音今？え？ BB 弾が落ちた音がしたような。あのね、俺ね、初めの一歩にな出てくる鴨川源氏の言葉がそれ。本当はね、鴨川の言葉じゃないんだよ、あれ。大山抹殺の言葉なんだけど、努力は全て実るとは限らないって。でも、成功するものはすべからく努力しているっていう言葉があるのよ。これがすごいと思う。要は、努力と成功はイコールの関係じゃないの。要は、絶対条件か必要条件かっていう話なんだよ。絶対条件と必要条件ってわかる？努力イコール成功じゃないの。でも、成功の中に努力は必ず入ってるから。要はね、俺は、ウィリアム・グラス、それこそ自己啓発の話になるんだけど、俺が教わったことね。その努力の話言ったら、ウィリアム・グラッサー博士っていう人が提唱したチョイス・セオリーっていう考え方があるの。その人が言うには、正しい努力より正しい選択をしなさいって言ってた。要はね、月に行きたいって考えた。みんなが。俺も含めてみんなで月に行こうと。プロジェクトを立ち上げた時に、月までの距離はこれくらいですってわかるじゃん。ここまで OK だよね。月に行きたい。で、月までの距離を測る。で、その時に、その月の距離が分かったからって言って、地球上をぐるぐるみんなで回ろうって。これを無駄な努力っていうのよ。そうじゃなくて、これは正しくない努力なのね。いくら地球上を歩いても月には行けないの。だから、大体努力するのを間違えてる人っていうのは、方法論と行動の、要は力の向けるベクトルを間違えてるんだよ。洋平くんいらっしゃい。拳の握り方がわからねえのはオロチドッポだね。帰ってきたたかしさん、風船ありがとう。そう、無駄な努力は無駄に終わる。正しい努力をしないといけない。運のいい人の下り。ああ、運のいい人は俺にとっての定義化なんだけど、実は笑顔だったりとか、要はね、人に好かれる人なんだよね。で、さらに言ったら、不幸を忘れる能力だと思う。不幸を忘れる能力をあって、いいことを覚えてる人で、自分がいいって思ってる人だね。だから、ネガティブなことにとらわれる人って、うつ病になったりとか、悪いことをずっと引きずるから、悪いことを連鎖させるんだよ。負のスパイラルっていうか。それよりも、いいこと、僕運いいんすよとか、この前うまくいった話があってってニコニコ話す人の方がいい人が寄ってくるじゃん。だからね、運のいい人って笑顔が素敵なんだよね、ほんと。成功してる人とか。笑い方が綺麗だったりするんだよ。まあ、野村さんの言い方だとそうなるんだ。正しい努力をしろ。プロセスを重視しろ。プロセス大事だね。アファーメーションって言うんだよ、それを。ボロンジ。やりたいことを口に出して言うとできるもんだよって。ミューミンさんいらっしゃい。
あ、ありがとう、生着替えさん。ありがとう。洋平くん、自分語りは受話器でやってくれ。洋平くん、ごめんね。自分語りは自分の枠でやるべきなんじゃないのかな。誰も求めてないよ。君の便所太郎さんの話は。170人、180人の前であんまり恥さらさない方がいいよ。嫌われるだけだよ。ジャックダニエル全然飲んでない。全然飲んでないね。もうお酒をほとんど飲んでない。たまにバー行くけど。自分のやりたいことを見つけるには何がいい、すればいいですか？ああ、いい質問だね。自分を探さないことかな。自分を探さないこと。よくインドに行ったりとか世界中旅したら自分が見つかると思ってる人っているんだけど、世界中旅しても自分なんかないよ。自分は作るもんなんですよ。で、いい方法は、本来は20代、成人するまでにそれをやるべきだと思うのね。俺は20代に与えられた無限の、ほぼ無限に近い時間っていうのはそのために使うもんだと思ってるんだけど、とにかくいろんなことをやることだと俺は思ってる。で、ワクワクすること、楽しいことをとにかくやろう。で、これだっていうものを手放さないことだと思ってるね。やりたいことを見つけるには。要はね、やりたいこととやるべきことっていうかね、お金のためにみんな動いちゃうのよ。みんなそうなの。食うためを優先しちゃうのよ。それで、どん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 やりたいことができなくなってくるんだよね。本気出したら、人間が本気出したら、どんな仕事でも食えるから。俺は断言するよ。どんなにくだらない仕事でも、どんなに金にならないだろうと思ってることでも、絶対人間食えるから。本気出したら。で、俺はそういう、そこに向かってる人間が好きだね。いろいろやってみて自分がワクワクすることを探し出すこと。そう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 、そういうこと。そういうこと。マミタンパフェありがとう。自分のことが好きですか、嫌いですかっていろんな人に聞くと、プラス思考の人は自分を好きっていう人が多いですよ。僕は自分が世界最高にかっこいい男だと思ってますよ。世界で一番楽しくて、世界で一番最高の人生を送ってるのは僕だって思ってますね。笑顔大事だよ。笑顔でいるのが難しいことだと思うけど、K だけですかね。難しいと思ってるから難しくなってるだけだよ。K ちゃんが難しいって言ってるから笑顔になるのが難しいことなんだって縛ってるだけ。だけ。そう。言葉っていうのは、考え方とか言葉っていうのは自分を縛るから。で、自分で縛ってるだけ。俺は親からずっと笑顔でいれば幸せになれるって言われてきた。気持ち悪いと言われたこともあったが、己が信じてそうなる。ああ、すごい。その通りだと思う。素晴らしいお母さんとお父さんだと思う。その思考って共感します。あ、ありがとう、マミタ。自分のことを、俺はね、日本人的な考えで否定するのが、自分の心を満たせない人が他人に配るのが正義だって教えてるでしょ。だから自分がスカスカになっていくんだと思ってるの。俺は自分の心を満たすことができて、初めて溢れた分を人に配る、なんつうんだろう、人に配る人の条件だと思ってるのよ。自分のことも満たせない人間が、自分のコップの中にさ、水を満杯にもできない人間がさ、他人に配ることなんかできないんだよ。で、人からもらおうもらおうってなるの。で、人に配っても足りない足りないってなるのよ。そういう人間多いでしょ。でもね、成功してる人ってね、自分で自分の、その心の余裕であったりとか、なぜ生まれるのかって満たすんだよ。些細なことでも。楽しいことを増やしたりとか。だから自分の自己啓発でね、おすすめなのはね、Think and Grow Rich、思考は現実化するですね。6000万部のベストセラーです。イリコさんありがとう。相手もありがとう。ニヤニヤすることと笑顔は本質的に違うから。考え方だよ。笑顔、そう、すごいよね。笑顔って不快になる人間いないんだよね。で、万国共通なんだよね。
世界中の人と感情のコミュニケーションができる。ロビー、こんばんは。楽しんでってね。ナポレオンズの思考は現実化。ナポレオンヒルの思考は現実化するですよ。今俺そう言わなかった？ナポレオンズって何？ナポレオンヒル思考は現実化するって今言わなかった俺。ナポレオンヒルで合ってるよね。ナポレオンズっていうのかよくわかんないんだけど。ナポレオンヒルじゃないの？ナポレオンズってわかんない。思考は現実化するがおすすめだよって言ったんだよ俺は。で、ナポレオンヒルね。ナポレオンヒルで合ってるよね。思考は現実化する。合ってるよね。俺、ナポレオンズって言った？多分間違いないと思うけど。ナポレオンヒル、思考は現実化する。シンク&グローリッチ。でね、俺はね、成功イコールお金を手に入れることだと思ってる人って、俺バカだと思うし、愚かだと思うの。成功って富を得ることだと思ってるんだけど、富の中の条件の中にお金っていうのが入ってるだけで、お金だけ持ってる人でも俺幸せだと思ってない。なんでかっていうと、めちゃめちゃ便利だと思うよ。ほぼチート状態だと思うけど、例えばさ、俺の中でお金を持つことが成功だっていう人ってドラゴンクエストやったことあるのかって聞きたいの。おい、俺のゲーム画面見ろよっつってさ、レベル1の村でさ、5億円持ってたすんじゃん。もうびっくりしない？お前それ使えよってならない？お前なんでお前ヒノキの棒装備してんだよみたいな。お前ブーメラン買えよみたいな。とにかく冒険出ろよ。いや、俺、引きこもりだから村から出れないんだよねって。バカか、お前って。魔王を倒し行けよって。いや、リスクがあるから、死ぬ可能性があるからっつって、スライム今もうめっちゃ倒せるからっつって、ずーっとスライム倒して5億円持ってんの。ヒノキの棒で。もうバカでしょ。 バカでしょ。なんか逆にお金に縛られちゃってるように見えちゃうの、俺は。だから、なんかツールでしかないから、なんか解放お疲れ。なんかね、お金イコール、なんかお金こそ全てみたいな、拝金主義みたいなのはあんまり好きじゃないよね。経験値っていうか、別に目的達成するために必要な時もあると思うんだよ、お金が。だけど、お金が目的になった瞬間に、お金の方が優位だっていうか、お金の方が頭いいと思っちゃうね。ネガティブでも、いいネガティブと悪いネガティブがある。人間不思議だよね。人の価値観によるだろうけど、金持ちでうつ病の人とかもいるから、絶対間違ってないと思うよ。それで幸せそうだったらいいんだけど ひたすらお金増やすのが幸せだならいいんだけどね。俺は残念に思うかな。あんまり どうなんだとは思う。それお金のために働かされてねえかっていう感じはしちゃう。なんか楽しそうじゃない。価値観って存在価値のことですか？価値観っていうのは、一つの事象とか物事とか現象とかに対してどういうふうに物事を捉えるのかっていうのが価値観で、存在価値っていうのはそのものに対する価値そのものが存在価値だから、ケイちゃんが俺の話を聞いてどう考えるのかっていうのがケイちゃんの価値観で、ケイちゃん自体に価値があるのかっていうのが存在の価値ってことです。仮想通貨で爆撃するとチーターになれるかな。仮想通貨に関して言ったら、仮想通貨は俺すげえ便利だなと思ったの。仕組みを聞いた時に、超便利なものできたねって言うけど、仮想通貨っていう言い方がなんか、
ちょっと違和感があるというか、なんかそれがその物事の本質を狂わせてると思うかな。なんか投機対象のなんか頭のいいやつが仕組んだ金儲けの手段にしか思えないんだよね。価値観の違いですかって何が。ワクワクすることを見つけたと思っても、途中でそれがワクワクすることじゃないって感じたり気づくこともあるんですかね。あるんじゃない？飽きたりするんじゃない？ そしたらやめるべきだよね。毎日幸せであればそれが一番。もちろん人間だから飽きることもあるだろうし。そしたら次のことやる。ただそれだけだと思うよ。俺人生基本的に暇つぶしだと思ってるのよ。すっごいスケールのでかい暇つぶしだと思ってて、生まれた瞬間にもう人生の目的は達成してるって考えてるの。生まれて、おぎゃーって生まれた瞬間にもうそいつは完璧なの。もうここで、あとは余生だと思ってる。で、余生とか暇つぶしをするんだったら最高に楽しくやろうよっていうのが俺の考え方かな。もう生まれた瞬間に芸術だと思ってる。完成品。で、そっから先は余生。余生です。そうそう、手に入れた時にはもうゴールだから、終わりなんだよね。それまでの過程なんだよね。そう、心臓止まるまでの暇つぶし。すっごい壮大な暇つぶし。しかもね、人生の面白いとこはいつ終わるかわかんないっていう。その、すごいね、すごいよね。いつ終わるかわかんないの。教えてもらってないの。そう。で、誰、自分時間っていうのがあって、100年生きるやつもいればさ、10歳で終わっちゃうやつもいるんだよね。だから毎日一生懸命、我が生涯一片の悔いなしってすごい言葉だなって思うよ。すごい言葉でしょ。俺、ラオウすげえなって思うもんね。我が生涯一片の悔いなしだよ。ズゴーンってなるでしょ。ラオウは強いよね、やっぱ。ラオウらしいセリフだよね。あれはかっこいいな。ワド君に洗脳されてきました。ありがとうございます。いや、洗脳する気なんか全然ない。洗脳ってあんま軽々しく使わないでほしいんだよね。洗脳の定義を分かってないんだよ、みんな。生着替えさんは共感をしてるだけなの。洗脳の定義っていうのは、俺の利益になるように生着替えさんを無意識に操作することを洗脳っていうの。他者の利益のために無意識下における行動領域を書き換えるっていうのが洗脳の定義なんですよ。で、生着替えさんが無意識のうちに俺に花火あげてたんだったら洗脳されたって言っていいけど、花火あげてないでしょ。 俺の利益になってないかんね。俺洗脳なんかしてねえよ。俺が少しでもね、利益上がって花火バンバン上がったらさ、うわ、洗脳されてるわって。花火上がってねえよ、この野郎。ふざけんじゃねえよ。洗脳なんかできてねえよ。わかるか。金持ってるが幸せだと思うやつもいれば、家庭が幸せ幸せなやつもいる。両方あれば最高だけどな。ま、だから全く同意見だよ。さっきから説明してる通り、椿さんと全く同意見。要はね、幸せってね、人の価値観で測れないものだから。でしょ？だから金が全てだって言ってるやつは俺は間違いだっつってんの。あなたにとって金が全てっていうのはあるかもしれないけどねっていう。そう。でも世の中金が全てだっていうのは間違いでしょうって。少なくとも俺金掴んでも幸せになれてないからね。まだまだ足りねえよ。 まあまあ、いいことだね。そう、感じるものだね。今まで自分が歩いてきた人生や経験全てに対して感謝してる証の言葉だよね。我が生涯に一片の悔いなしで、やりきったってことでしょ。 すげえな、こいつって感じだよ。もう、一片の悔いがないんだよ。
あ、でもね、俺ね、後悔をするのやめたかな。反省はするようにしたんだけど、後悔は一つもないようにした。20代じゃないや、10代の頃だな。すげえ後悔することが多くて、ああすればよかった、こうすればよかったって。その考え方やめた。その、Think and Grow Rich 読んだから。マジでその先で、後悔したことないね。どんなに失敗したことでも。負け惜しみっぽいけどいいじゃん。でも、ケンシロウが死んだ時は同じこと言えるか。だから誰にでも終わりってくるじゃん。誰にでも終わりってくるんだよ。で、その時にさ、あれを言ったから、多分、なんつうの、ラスボスじゃないラオウが、ラスボス感が出たんだと思うよ。俺は金持ってるやつが勝ち組とかいう考えは間違いだと思う。そう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 、俺だからそういう、全くそう、さっきから言ってる通りですよ。だから成功の定義が金持ってることっていうのは、俺は考え方として嫌いっていう、本当かっていう だからこそ金持ちになりたいっていうのはあるね。やっぱ嘘だったよって言いたい。金を掴んで1億円とか100億円とかここに積んで、ああもう超不幸だよって 皮肉で言いたいんだよね。もう全然楽しくないよ、こんなの持っててもって。 そういうバカな生き方したいんだよね。不幸になる人って執着が強いからなんだと思うけど、どう思う？あ、まあまあそうだろうね。全く同意見。友達に権利収入で年間多く稼いでるやついるけど、何にも興味が湧かないらしい。それも不幸だよな。あ、だから島田紳助がパチンコ屋に行くとそういう感じらしいよ。もうすげえ昔はパチンコで、確変とか入ると一挙一動してたのが、パチンコ好きだから行くんだけど、全然勝っても負けても屁でもないわけじゃん。勝っても楽しくないし、負けても楽しくないって言ってて、俺はなんか手に入れたいもん手に入れたけど、パチンコ楽しいとか悔しいとか、負けたとか勝ったっていう感情はなくなったって言ってて。だから、それはそれで悲しいって言ってたよ。一個何かを失ったって。メルヘンだよね。それでもパチンコ屋に行くしんすけが俺は好きだけど、それでもパチンコ屋に行くしんすけが好き。まあそうだよね。1日でマックス20万円しか勝てないわけじゃん。5万円なくなろうが20万円勝とうが全然嬉しくないよな。何の感情も湧かないよね。ただ演出見るだけだよね。はい、ワトツーアスガード。あ、結果どうなったんだろう。桃組どうなった？結果ってお知らせに出ないのかな。スロット負けたよ。負け負けですよ。パチンコ負けた。な、麒麟図柄で負けたんだよ。もうびっくりしたよ。のんちゃんから電話かかってきて、あ、ごめん、今勝ってるから。今入った。分かったっつって、インスパッて見たら負けてんの。えっと思って、あれ保留玉麒麟図柄なんだけどみたいな。で俺検索しちゃったもんね。えって、北斗の拳麒麟図柄ってやったら、80%激アツの状態で、他の演出とか総合すると95%ぐらいもうほぼ確の状態で負けたからね。笑ったよ本当に。金を持てば生活レベルが上がって、それが当たり前になっていく。あとは人の優越感でしかないや。あ、まあ優越感はあるかもしれないけど、俺他人と比べるなんか喜びって下水と思ってるから、なんかかっこ悪い。その他人と比べる、成功も失敗も他人と比べるのダサいと思ってて、なんか手に入れ、なんかよく思うんだけど、上を見てもきりなく上なんかいるし、下を見てもきりなく下もいるじゃん。もう地獄か天国かって話でしょ。そうじゃなくて、なんか前向いて歩こうよみたいな。なんか自分が手に入れたい前のゴールをひたすら歩いていくだけだと思ってるから。はい、こんばんは。それでいいんじゃんっていう。今リアルに仲良くさせていただいてる男性の友達は一人だけいますが、その人と気を使わずに話せるのがリアルにある幸せかな。それでもそれは満足感だけと思います。スーパーの惣菜が値切りになる時間になると買いに行くだけの毎日。ああ、でもそれはすごいいい生活だと思うよ。俺、だからね、なんか石野に言われて、はって気がついたのが、なんか稼げるようになったじゃん、生主で。で、石野もそれ分かってるじゃん。
で、なんかこう、いや今楽しいよっつって、やっと飯食えるようになったからねってボソッと言った時に、石野が「いや和藤さん生活保護の頃も楽しそうでしたよ」って言ってた。なんかど貧乏だったじゃないですかって、普通に楽しそうに生きてましたよってあなたって 客観的に言われた。和藤さんがスロットやるのは何のためですか？暇だからだね。暇だから。憂さ晴らし。金を使いに行くの。憂さを晴らしに行くの。憂さ晴らしです。もうそれ以上の表現ない。憂さ晴らし。浪費をしに行ってますね。上を向いて歩こう。上を向いて歩いてたら転ぶぜ。そまない。足元すくわれるだけだよ。俺は自分の手に入れたいものしか見てない。生ポはやめた瞬間に顔つきが変わりますよね。違うよ。みんなが見る目が変わっただけ。俺は変わってないよ。昔の V 見てごらん、チカちゃん。俺は何にも変わってないよ。ただ髪の色が変わって、着てる服が変わって、アクセサリーが変わっただけだよ。物が増えただけ。本当に言ってること変えてないよ。おい、ゴミいらっしゃい。趣味がいっぱいあっていいね。趣味はいっぱい増やそうと思ってるかな。痩せろデブ。うるせえよ筋肉。 うるせえよ。お前いくつになってまで筋トレやってんだよ。 お前も太れ。 もっと自堕落的に生きろ。俺に痩せろって言うんだったら、お前も筋トレやめろ。鍛えすぎだわ。趣味がいっぱいあっていいね。なんかいいじゃん、楽しいじゃん。所ジョージみたいなのいいじゃん。所ジョージみたいな。うぜえな。最近よくかけてくるよな。何？黙れ、このビスコフが。ビスコフがじゃねえよ。なんだよ、いきなビりスデコブはねえフ、だ。いきなりデブはねえだろ。やせろ、少しは。うるせおえ前、な。ミュウツー戦ちゃんとやれよ、お前。お前にギャラも払うんだからよ。なんだよ、それ。だから、1時間3万円だっつってんじゃん。だって割に合わないんだもん、走っても。しかも、お前、ビスコフ1ヶ月10泊以上も買えなかったことやろ。いいじゃん、俺が太ろうが。勝てばいいんでしょ？そうそうそう、勝てば、勝てばいい。勝てばいいんでしょ？勝てばいい。勝てばいいんでしょ？むしろ何もやんないで勝ったらかっこいいけど。いや、俺多分勝つよ。多分そう思うけど、美味しいのにな、その分稼げんのに。まあいい何や、ビが何スコが。フでよろしくやってくれ、ビスコフ。何？トレーニング配信とかで稼げると思ってんの？いや、直前になれば稼げるでしょ、トータルで。いそのトレーニングや配信自体は、ー、いや。それあれかもしれない。真面目にやれば絶対見てる人は応援するいよ。や、しないしないしない。要はね、湧いてくんの。前回はね、前回はね。いや、違う違う違う、湧いてくんだって、また、やっぱり、おい、ジャブがなってねえなとか、ワあ、ンツー、そう、教え中がね、そう、教え来んの中よ。がね。で、別に、うでちの、も、でもみんな一定の評価してたぞ、前回。前回でしょ？すごいとは言わなかったけど、頑張ってんのはみんなめちゃくちゃ評価してて。てか、倒ああ。されなかったけど、みんな驚いて。いや、俺も驚いた。いや、俺も驚いた。なんだ、お前が教えたんだろ。いや、怪我倒しなされきゃいいなと思ってたけど。た。いや、でも、そうそう。立ち技っすか？寝技っすか？どうしました？エントえ、リー。だって何も決まってないんでしょ？何も決まってないけど、要は、あれでしょ。選考基準でしょ。いや、お前は分かんないけど、次の、だから、その、ミュウツー戦でどうするかでさ、ラバーマッチでしょ。どっちが勝ってももう一回だから。でも俺思うけど、なんかミュウツーと俺がやるの誰も求めてないよ、正直。しかも、ミュウツーが半年特訓したら恐ろしいことになるでしょ。半年特訓したら俺負けんじゃん。
よ、わかんないよ、そんなの。お前が今え、回ちょっ畑と待っ試て、しちょって、と待もうっ半て。年もクソもないの。ちょっと待って、俺、ステゴロでミュウツーってやるなんか美味しくないから断るよ。いや、それはわかんないけど、別に便所が決めりゃいいんだけどさ。うん、絶対やだよ、あんなつまんないやつを。それでだっも、て、前にしたら、どっちみちプラスになるじゃん、練習して。その、ステゴロ知らない人にも、お前、格闘技もできるんだったら、アピールはできるわけだからさ。いや、で、でマイナスにはなんないよ、まあ、どう考マイナえスたにはなんないけど、正って。直、格闘技枠、スパーリングお前だ忘けだよ、れみんな。たの？え、何俺、を？閲覧500だけど、5000取ったんだよ。あ、日本で言うと。せいぜい、それは雑談ができるのが最近評価されただけだも関係ないよ。格闘技みんな見たいんだよ。ん。いや、格闘技見たいんだよ、じゃねえよ。見たくないんだっつってんの。いや、お前が普段ビスコ食ってデブデブしてんのに、やっぱああいう、みんな忘れちゃったんだよ。何を？捨て頃の時のお前の勇姿を。何忘れちゃったって。いや、お前はかっこよかったよ。あんなヘタレなのに、逃げなかったし、一応。ちょっと待って、とにかく倒されなかったしちょっと待って、そもそも前提がヘタレなのにっていうの先入観でしさ。いょ。なんなの、や、ヘもタとレなものとに、ヘタかっレだこけよどっかって。たって。何ヘタレだけど、その前提いらないでしょ。いや、青山も応援してたけど、やっぱり、お前に、勝てるとは思ってなかったけど、まあ、怪我してほしくないなと思ったけど、まあ、正直、期待の何倍以上でしょ。こいつ、合ってたよっていう。しかも、パフォーマンスですね、する余裕あったからね。蹴ってこいとかさ。面白かったでしょ。お前、なんかあれなんだね。その自己防衛本能だけはすごいんだね、でもね。例えば、殴られたりするのが嫌だから、必死で避けんのな。いや、勘はいい、余計勘はいいんじゃないですか。いや、普通はそんなのもなく、やっぱ、トロいやつって、まあ、終わりだよ。当たるの嫌とか言ったって、な運動神経やってに捕まればさ。恐ろしく自分が好きなんだろうな、ビスコフ俺大好きだよ、自分が。な。なあ、自分本が当傷大つくくらいなら、彼女をスタープラチナ差し出すぐらいの男だからな、あ好き。れだからは。そういうこと言わないでよ。別にのんちゃんにやらせたわけじゃないから。いや、美味しいでしょ、君。自分の状況分かってないでしょ。わかんないけど。稼ぎ時なのに。いや、稼げないよ、全然。全然。だって俺、マンスリー70位だよ。いや、知ってるけど、だっ言って、ちゃうよ、じゃあ、お前がどれぐらい稼げるか、ここで。もう言って。内職配信なら、お前30はいくだろ、今のペースだったら、だって。あ、計今、算上30ぐらいいくでしょ。行くよ。だけど俺、80万から30万に減ってるんだよ。そんなのお前のせいだよ、誰のせいでもねえよ。何、な、は？お前のせいだよ。だけど、悪くないでしょ、30なんて別に。だって30もともと稼いでたもん、で、しかも、まあ、跳ねる要素を持ってるわけじゃん。俺なんか知名度高いんだ。ないよ。いや、そんない。なことはないよ。ない。いや、ね、ほんと厳しいよ。じゃあさ、俺より後から出てきたさ、本当の過疎の人が、お前みたいな、知名度になる。じゃあ、あ、ミュウツーでも。それは無理。それはもう無理。今後多分誰も出てこない。あ、正直言うと、20万切ることは多分ないよ。俺今後の生活や。10年間先で、月20万切ることは絶対ない。それはわかる。垂れた自慢だな、お前。違さすが小う銭財団、お前。月に垂れてん人のリスナーに対して小銭財団はねえだろ。な。内職配信よ。なんかよ、お前、一発やってさ、お前の力で、それ炎上とかじゃなくて、そういう野心みたいのないの、デブは。何野心って。いや、一発、俺はもう一発当てようと思ってるよ。捨て頃で奇跡起こして、もう一発、もうワンランク上げようと思ってる、自分。何それ。 そういうのがあるかっだってこと？いいの？その30万でビスコフを10箱に、1ダースにしようか10箱にしようか悩むクラスでいいの？いや、俺は奥狙ってるよ。前ロかーら。タスの他のシリーズも一緒に食べたいとか思わない？あ、そういうのはない。そういうのはだからない。奥狙うのに まず30万を50万にしちゃダメあ、でだしから俺そういう考え方嫌いなんだよ。だから俺ょ。は今マイケルと同じだと思ってんの、皆本気で。さん、聞けよ。自己啓発なんかやるとこういうバカになりますよ。だって50万の壁越えないと俺奥ずっなんかと結ない果よ。出してるから。いや、違う違う、それは分かってないの。ゆっくりゆっくり積み上がるタイプじゃないの、俺は。いきなり来るタイプの。
要はビル・ゲイツとかがリスナーになってバーンって、ヘイワドっつって、ナイス・トゥ・ヘイミーワチドじゃ、ューっつって。ヘイワドじゃねえよ。いや、そういうもんだと思ってるよ。いや、でもね、実際そういうもんだよ。コツコツ上がっていかないよ。コトカとかだってそうだったじゃん。バーンっていくじゃん、みんな。だってことが美人だもん、誰が見ても。俺の方が美人だろ。お前、より目じゃん。まあまあ、より目だけど俺結構かっこいいと思うよ。それはそう。正直言う。かっこいいけど、かわいいと思うけど。正直72点はあると思う。72点は。だってお前の枠で和藤さんかっこいいって思うじゃん。うん、旅団解散してから飛んでねえじゃん。いや、隠れてんだって。いや、そんなこと隠すやついねえだろ。いや、違う、リスナーが隠れてんの。失笑してんだ。隠れてんの。隠れてんの。ロムってる。まあいや。うん、でも、まあいや、俺がお説教するあれじゃない。お前の方が有名なんだし、うん、まあなんならね、お前の方がアクティブ持ってんだから。うん、アクティブはドルさんの方が持ってるでしょ。え、アクティブは俺少ない。アクティブの使い方間違えてない？アクティブはドルさんの方があるよ、今。いや、同時閲覧の話じゃないよ。そういうコメントしたりっていう話。うん、いや、俺、コメント全然ないよ、俺の放送。いや、俺の方がないよ。ああ、まあ、ドルさん少ないか、コメント。だから、うん、ツール疑惑が未だに出てる。俺、ツールだと思ってるよ、今でも。だって500人なのに、うん、コメント1人とか2人とかだ。あのね、ドルさんね、答え言おうか。ドルさんツールだよ、うん、いいじゃん、別に俺がやってんじゃねえんだから。そう、リスナーがやってるツールだよ、あれ。いいじゃん。そうで、ツール職人離れた瞬間に閲覧150に落ちるよ。いいじゃん、うん、別にそれと俺の、うん、フワッチポイントと何の関係もない。まあまあまあ、逆に1000いて、うん、アイテムが倍になるならひっちゃきになるけど、うん、普通に関係ないんだから。まあ、アイテムは正当な評価だから、あれだよ、普通にいいリスナーさんついてるんだけど、絶対ツールだよ、あれ。あの絵だからいいじゃん。まあまあいいツールだろうが何だろうが、まあ、いいけど。確かに、うん、いいけどじゃねえや、デブ。なんだよ、お前が痩せろ、こんな野郎。お前がってなんだよ。俺誰にも痩せろなんつってないわ。言いたいのに、うん、な、うん、のんたんのヌード写真はどういうつもりで撮ったんだ。あれいいでしょ。リアクションに困るだろう、あれ。お前らの性癖を見せられても。あれでも結構いい体してるぞ、のんちゃん。体っつうか、写真は綺麗だけど、そのジョージがあったと思われる、うん、あれないんだよ、まあ、ベッドの上で、うん、まあなんか四つん這いの女性がっていう、うん、お前47歳要素全部隠しちゃってんじゃねえか。背中のお前微妙なとこだけ見せてよ、うん、何何を表現したかって。じゃあ、うん、なんだっけ、ガーターベルトは何を表現してんの。俺がガーターベルト好きなんだよ。好きだから。ガーターベルトフェチなんだよ。中二病なんだよ。それを付き合わされてる、お前、性癖に付き合わされてるリスナーの気持ちにもなれよ。え、でも得じゃん、リスナーは。なんでだよ。なんで？だって憧れののんちゃんの肌。いや、のんたんは綺麗だと思う。ちっちゃい47歳です、うん、美人だと思うけど、いろいろ微妙なんだよ、そんなの見せられたら。それが、ま、2人でやれよ。それが俺の放送の醍醐味だから、そう、世界観が。まあまあな、そう、サービス的なことで。サービス的なところですよ。まあちょっと、うん、まあ増刊号みたいな感じなんだろうけどさ。そうそうそう。なんともコメントに困る。でも見るんでしょ。あれが低燃費とかさ、うん、まあ言ったら元カノとかそういうののグラビアだったら、おいってなるけど。出すわけないじゃん、あいつら。分かってんだから、自分の武器。いや、そうだけど、うん、スタープラチナだな。いや、違う違う、だからね、意外性はあるよ。違うんだよ、聞いて。こんな綺麗なんだっていう意外性はあるけど、じゃあ抜けるかっつうと、違う、聞いて、ドルさん行くよ、うんうん、若い女がセーラー服着てるのもグッと来ないでしょ。ババアにセーラー服着せようよって話よ。いや、グーだわ、顔面で。そんなの。俺はでも30オーバーの女にセーラー服着せるの好きだよ。好きだよじゃねえよ、素敵な声で。好きだよ。知らねえよ。グッと来ない。なんかあのさ、よくさ、ドールにさ、うん、セーラー服着せるオプションがある、なんかそういうアダルトグッズ売ってんだよ、はいはい、あの変なエロ本の裏に出てるさ。はい、わかるわかる。それでさ、なんか黒人にセーラー服着せるオプションがあってさ。こんなの頼むやついいのかよと。アフロで黒人でいるんだ。セーラー服のオプションとかさ、いるんだ。狂ってるやついいんだろうな。いるいるいる。
別に黒人がセーラー服着てもいいけどさ。いやだって性風俗業界のスカウトマンが言ってた名言があって、うん。売れない女はいないって言ってたまあ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 、もん。これ2丁目だと、うん。2丁目に捨てるゴミなしっていう名言だから。2丁目要に捨は、てるゴミがない。ジジイは老け銭、まあ、武男は B 銭っていうふうに、とにかくその2丁目行って、捨てるゴミがないっていう超名言だ。まあ名言だね。愛に溢れた街だな。2丁目すごいよな。う特殊だよね。ん。いつやしんみの、じミみューしてチューる。ブ。知らねえよ。12月じゃん。両方の気分が高まったとき。一応さ、ほら、安全性確保して、あいつに準備期間を与える。やっぱ、怪我させたらさ、意味ないかいや、怪我させるよ、俺。あとら。怪我俺、させ多分。ていい、もちろんさせていいけど、俺の運動神経の方が、動体能力の方が高いから、一発目でもう次で倒れると思ったら止めるよ、それは。だけど、ドレさんね、ちょっと俺に厳しいジャッジメント下すじゃん、荒野の時も。俺も分かってるから、好きにやらせてよ、やる時は。いや、あん時はほら、練習じゃん。でも、これ、スパーリングっていう名の試合になれば、それはそんなの言わない。もっと頑張れ、止そめの。るんだったら止めるで、やじはやめそうてそう、そよ。れは、試合終了ね、その時の。もう戦闘不能っていうふうに、ね。でも俺は怪我させるよ。あとジム通う。変わらないでしょ、どうせまた言うだけで。本当に。いや、金払ったら通うから。俺意外と通うタイプだから。通いや、自分のために、だって捨て頃なんだから、絶対プラスになると思う。ミュウツーだっのておこ前、とじゃないよ。何もやんないで、青山の攻撃全部かわしたんだ。ってことは、ちょっとやれば、ワンチャン相手が誰かだったらいけるでしょ。じゃあんだよ。攻撃をちゃんとワンツーとかローとかを一切できてなかったから、捨て頃。あれね、俺いや、でね。も、俺とやったやつ、もう一回見てみ。結構体重乗った鋭いパンチとか出してんだ。あれ、相手が違ったら当たってんだ。俺だから避けてるけど。みやびさんってこと？違う。俺とお前のやつ、最後に俺にボコボコにされたやつ。いや、あれ何回見ても序盤良かったの。ドレさんが様子見しよてるかった。時結構良かっ俺たがの。よかった、避けてそう。るだけで。実力差があっただけなんだよ、後半。いや、でも、オフェンス自体はかなり厳しいもんだって。そう、だから、あれを捨て頃でやったら俺勝てたんじゃないかっていう悔しさがあんの。いや、心が弱かったのよ。みんなそう思ってんだけど、試合の時の自分が実力なんだよ。いや、練習だなんからて悔したしこいっなんつうだの。だからもう一回出たいっつうの。よ。だから練習しよう。前回全く練習してるやん、結局。やったじゃん。ノンタンとチラッとノンタンに打ってくれって言ったけど、ほぼ何もやってねえじやるよ。勝ったよ。ゃん。やった方がいいよ。ほんと、かっこいいよ、それで。そんなチャラけてて、知識あって、格闘技できたら、かっこいいでしょ。頑張ります。じゃあ、なんで電話したんだっけ？いや、知らないよ。デブって言われ忘たんだよ、いれきちゃなった。り。いきなりデブって言われたんだよ、俺。っていうか、ドレさん大丈夫なの？今回、なんか、ちょっと、つて頃さ、冠みたいになってるじゃん。っていうか、ほんと切り方汚ねえよな、この人。ほんとになんか自分勝手だよな、この人、おとつ。噛み合わねえ。噛み合わねえんだよ。年だから。年だから噛み合わねえ。若者と会話できない。言いたいこと言って切っちゃう。プップクプーだよ、本当に。プップクプーだよ。しょうもないな。完全に切られたよ。噛み合わないよ。いや、54だもんな。元気だよな、本当に。なんか、都会の親父ってこんな感じなんだろうね。都会の親父は。都会の親父ってこんな感じになるんだね。田舎の親父しか知らなかったからさ。元気だ。毎日ジム行って、毎日バカみたいにトレーニングしてんだよ。意味がわからなくない？正直。意味がわからないよね。元気すぎるでしょ。
毎日6時間から8時間ぐらいトレーニングしてんだよ。で、みんなさ、ジムって、キックボクシングのジムだけだと思ってるでしょ？二つ通ってんだよ。その、ムエタイの方と、キックの方と、あと、機械トレーニングの、マシントレーニングのジムも行ってるから、一日三個行ってんだよ。二つから。アホでしょ？毎日起きて、筋トレをなんか90分ぐらいやんだよ。ランニングとか。で、その後一旦帰ってきて、キックボクシングのジム行って、キックボクシングのジム行くんだよ。意味がわからないよな。そうだよ。ずーっとそれを10年ぐらいやってんだよ、この人。総合も言ってんの？アホでしょ。アホでしょ。普通の人間でさ、2時間トレーニングでヘトヘトになったりするじゃん。いや、普通なんだけど、54でだよ。あと、柔術も言ってんの？ 4 つ言ってんの？ 何を目指してるのっていう。それ、俺、ジャックハンマーとかしか知らないんだけど。ジャックハンマーと同じ生活してるでしょ。プップクプーだろ、本当に。バイオリンも通ってんの？ それ。何それ。ああ、それ面白かったな。バイオリン通っててくれ、欲しかったな。いや、あのさ、でっかい体でバイオリンこうやって弾いてたらもう爆笑するでしょ。俺ね、バイオリン弾いてたら俺本物だと思うわ。それで。いや、バイオリンは最高だよね、本当に。バイオリン教室ってお前それ先生目当てだろうっていうね。いや、バイオリン教室通ってほしいな。なんかシャルビーダンスみたいなさ、役所広司の世界観だよね。モテないおっさんがバイオリン講師目当てに、バイオリン習いに行くっつってね。いや、最高でしょ、バイオリン。いや、バイオリンが正解だね。ピアノはちょっともう嘘だってバレちゃうから。バイオリンはいいね。いや、隠密一本だね。女目当てだよね、完全に。バイオリンは通ってほしいな。キャラが立つよね。ああ、面白かった。そんないいもんじゃない。見たいよね。捨て頃の入場、バイオリン弾きながら入場とかめちゃめちゃ笑うもんね。っていうか、なんかミュウツーミュウツーって言って盛り上がってんのドレさんだけな気がすんだよね。俺のリスナー見たいと思ってる人一人もいないと思うよ。いや、まあ、やるんだったら見るわぐらいはあると思うけど、和道が殴り合いするんだったら見るわって言うと思うけど、そのミュウツーとやる胸熱とかないでしょ。ないでしょ。誰も楽しみにしてねえかも。俺も金もらわなきゃ絶対やりたくないもん。ないよね、正直。3万円くれるって言うからやるだけで。ないよね。なんでそんなドレさんミュウツーに肩入れしてんだろう。あのノリコ百裂拳で終わりで一番美味しかったはずなのに。ノリコ百裂拳でさ、オチがついてさ、なんでこっから引っ張るんだろう、あんな閲覧ないやつを。正直無駄だと思うんだよな。絡んでも損しかないから3万円補填してくれるんならいいよっていう。 なんでどれが和道に上から話すのか深い。やっぱほら、格闘技の世界で俺の方が強いっていうやつじゃないの。やっぱその、そういう世界、そういうそっちのルールを持ってくるんでしょ。お金って何？便利な道具。世界で一番便利な引き換え券。何でも交換券だね。それ以上でもそれ以下でもないです。素材として全然才能ねえかんな。あいつ絶望的に面白くねえかんな。投資したから引き下がれない。ああ、ジム通わせたらしいもんね、金払って。下手な台本だよ、本当に。でも本気で俺ボコボコにするよ。
普通に何にも面白くない展開にするよ。普通にムカつくやつだから。金もらって人殴れるんだぜ。いい仕事だよな。ボコボコにするよ、ほんと。手頃絶対見に来た方がいいよ。ていうかね、多分チケット取れないよ今回。マジで寝ないで張り込むぐらいしないと。だって前回だって300枚即1日で売り切れだよ。今回争奪戦だと思うよ。メンツがどうであれ絶対来た方がいいと思うよ。ここで話すことでも最近のドレさん枠見てるとこの人も変わったなと思う。ああ、それはまあ変わったっていうか本性が出たんでしょ。いい意味でも悪い意味でも。猫かぶってたんでしょ。便所さんまた儲かるよ。太ったね。便所さんは儲かるよまた。まあまあそれくらい儲けていいと思うけど、あんだけでかいことやったんだから。みんなが思ってるより相当儲けてるからね、便所さん。前回のセゴロでみんながいくらぐらいの設定にしてるかわかんないけど、みんなの想像はるか上に行くぐらい儲けてるから。俺えって言ったもん。俺は知ってるけど、数字どれくらい儲けたか俺リアルな数字知ってっかね。絶対言わないけどね。ドレさんの枠置かなくてコメントできない。いや、雑談力は面白いですよ、あの人は。本当に面白い配信者だよ。ただね、ムラがあるっつうかね。なんかね、最近、何がつまんねえってね、昔のドレさんってね、その、配信者っぽくない魅力があったの。普通になんか、知的な話ができたりとか、落ち着いた話ができるっていう面白さがあったの。熱く語れるとか。今はね、なんかね、その、うなちゃんマンとかの影響を受けすぎてて、なんか配信に染まった人って感じがする。なんか普通の大手とか中堅見てる感じがして、そつなくなんか器用にこなしてる配信者っていう、そ、うん、なんかそんな感じじゃん。うん、ちょっとトイレ行ってくるわ。センスはないっていうかね、キッズ受けっていうか大衆受けの方向にシフトしてるから、今どうしてもね、昔のなんか尖ってたドレさんはもう見れないなっていう残念感はあるよ。その配信者としてステータスの振り方を偏らせてたドレさんじゃなくて、まとまってきたから、うん、だからもうゴールデンに行った番組みたいな。俺の中では大衆受けでしょ。うん、毒マムシ三代打つうか、なんかもう展開が分かるんだよね。うん、展開が分かっちゃう。なんか意外性とかぶっ飛んでる感じがなくて、尖ってない、配信者として。そのコンテンツが尖ってないってことは、要はどこでも見れるもんになっちゃったから。だからまあすごい推してたけど、昔はその面白いよこの人って。今はもうなんか微妙。
年寄りの暴言っていうか、俺気使ってないじゃん、別に。気使ってないよ、全然。気使ってない。全然。格闘技の話も面白いし、なんか、いや、だからね、経験談とか体験談みたいなのってすげえうまいんだよ。俺ね、スーパーのお惣菜の餃子の話とかだっけな、揚げ餃子の話とかすごい好きだったの。要は誰もできないトークやってたんだよね。ラジオっぽかったっていうのかな。揚げ餃子のくだりとかも俺すげえ好きだったのに、もうああいう話出てこないんだよね。なんかね、女の話はクソつまんないのにね、女の話メインに持ってって、要は数字が取れるっていうことで、その周りとの兼ね合いの話をしてるんだけど、なんかもう要は爆走とかの恋愛のなんかキスするとかビンタとか家に連れ込むとかからもう本当になんかうんざりしちゃったよね。俺はダメだわ。なんつうんだろう、友人としてっていうか、その知り合いとしては好きだけど、普通に配信者としてはもう全く面白くない 正直。ごめんね、ドレさん。でもそれは正解なんだよ。それは正解なの。俺は正直、俺が面白いっていう配信者って癖が強すぎるから、石野とかさ。でもね、もう正直、なんか、はい、って感じ。なんか向こうで盛り上がってればいいやっていうか。そう、なんかね、トークリズムとか、その、あるんだよ、やっぱり。そう。で、独特なものを持ってる人が好きで、間違いなく持ってたんだよ、ドレさんは。でもね、あの人、頭のいい人だから、要は、その、数字が取れる方とか、稼げる方にシフトするタイプだから、要はね、なんつうんだろう、ポリシー捨てるタイプなんだよ、強くなるためには。だから、それはそれ正解なのかなと思うよ。そう、みどりさんとか、尖りすぎじゃん。ああいう独自路線に行ってほしかったっていうのあるけど、独自路線のままだったら今の数字取れなかったんだよ。だからまあ、要はゴールデンに行った人でしょっていう。そう。で、俺らはゴールデンをできるんだけど、あえてやってない人たちじゃん。そのぶっちゃけできるよ。で、沸かせようと思ったら俺超得意だよ。はっきり言うよ。ドレさんなんか比じゃねえぐらいに沸かせられる実力はあるよ。でも、あえてやらないのよ。もうバカバカしいから。そこの層のリスナー相手にするの疲れっからさ。いやいや、反作用じゃないんだよ。ドルさんは目的を達してるから。俺からするとつまんない配信者になったっていうことよ。ちょっとゴールデンでお願いします。いや、だから仕込もうと思ったら全然できるよ。全然できるよ。っていうか、過去やってきたじゃん。明らかに、あ、この日狙ってるなとか、あ、この日こういうモードねっていうの分かるでしょ。まあ、最近出してないけど、捨て頃以降はね。みどりさんは抜群にうまい、あれ。演じまくってるからね。もう女のネタはいらねえわ、正直。俺もそう思う。残っていかないっていうよりもね、なんだろう。食われると思う。同じようなやつに。だって、コンドームかぶってファミレスで、ねえ、飯食った回なんて、ドレさんじゃできないもん、絶対。絶対できないよ。そこで俺は最後のね、バイト募集してますかっていう一言があそこのピークだったと思ってるもんね。店員さんの苦笑い、俺一生忘れないよね。まあ、動画が残ってないのが残念だけどね。あれは多分再放送してもバカ受けするだろうね。今の閲覧があったら。まあ、だから、よくこんだけ受けないコンテンツでこんだけリスナー集まってるなっていうのあるよ。コアのファンがいるんでしょ、うちの場合は。うちの場合はコアのファンが多いんだよ。どれがミュウツー戦えよ。なんか捨て頃に関して言ったら勘違いしてるやつ多いよな、本当に。そういう笑いじゃん。そう。だから、伏線のその受け取り方は合ってるんだよ。伏線が正しい受け取り方なんだよ。そう。
そう。そう。伏線の受け取り方が正しい。ねえ、捨て頃に関して勘違いしてるやつ多いよな、本当に。俺の企画じゃねえからさ、ま、た、携わってる演者の一人としてはさ、なんでこんなに勘違いしてるやつ多いんだろうっていう。まあ、それはそれで、便所さんにとっては成功なんだろうけど。いやー、もうあの辺はだってキャ、あのね、いつも言うんだけど、トークのスキルじゃないんだよ、この世界。キャラクターなんだよ。で、キャラクターが尖ったら勝つっていうのは、稲子が証明してるんだよ。全部、キャラなの。トーク磨く必要なんかないんだよ。キャラさえ尖ってれば勝つんだよ。だから妖精ザクロが行く可能性があるのはそこなんだよね。暗黒に会いに企画、違うわ。コンドームマンは、だからそれは違う。たまよは勘違いしてるの。うん。たま、俺が言ってるコンドームマンは別。うん。たまよは多分見てない。そのコンドームマンの。真のコンドームマンの企画を見てない。それはみどりさんにそこの駅ですれ違った時のキャラでしょ。だから本ちゃんのメインのコンドームマン見たら絶対ハマるよ。いや、とことこさん、あれネタじゃなくてガチで俺顔面ぐちゃぐちゃになってんだよ。あれガチ障害事件だよ。とことこさん、笑ってるけど。あれ、ガチ障害事件で、俺入院1ヶ月してんだよ。ただの事件だからね、あれ。ネタとかじゃないからね。さあ、NG ワードに設定してるの。あれは狙ってとか、ネタとかじゃないから。結局、人頼り。いや、まあ、アイテムは欲しいだろう。俺だって欲しいよ。みんな欲しいんだよ。それを言うか言わないかなんだよ。俺は言わなくなったけどな。俺だって欲しいよ。俺だって花火欲しいよ。本音を言うなら。ただ、その、言っても、許されるキャラと許されないキャラがいて、俺はもう許されないキャラだと思ってるから、もう今後自分からアイテムくださいっていうことはないね。ないね。ようやく分かった。アイテムくださいって言えば言うほど引くキャラだっていう。運営に呼ばれるやつらがその答え。ああ、まあ運営に呼ばれるっていうことはそういうことだよな。確かに。なるほど。なるほど。だからひろゆきの企画の生主座談会あったけど、野田総理とよっさんの掛け合いずば抜けて面白かったもんね。ああ、やっぱそのある程度雑談でキャラが立ってて、今万人コンビ作るやつって雑談力違うと思って野田好きになったもん。野田とよっさんがもうピッカピカに光ってて、そのほぼ初の絡みっていうかさ、そのスカイプ凸とかは別だけど、あんなにうまく絡むんだと思って感動したもんね。あ、ありがとう。マイカさん、ありがとう。和道がふかしてても最終的に許せるもんな。違う違う、ララさんさ、なんだろうな。俺ね、だから、やってて思ってるのが、それじゃない感がいっぱいあるのよ。例えば、ふかしてる時でも何でも、乗っかった方が面白いのにっていうのがあるの。突っ込みたがるじゃん、みんな。要は、俺分かってるんだよっ
って言いたいわけよ。要は俺のバカって違うんだよな。だからね、その乗っかってほしいんだよな。そこに新しい笑いがあるっていうか、わかる言いたいこと。うん。暗黒の火消しを邪魔したから無理。暗黒の火消し？何のことだろう。ごめん、玉代さん、何のことかわかんないわ。暗黒の火消し。よっさんもふわっち中心でやって呼ばれて、便所がなぜ呼ばれない、それが全てなんで。あ、まあそういうことでしょ。いや、そういうことだと思うよ。あ、俺別に運営に出たいとかないよ。そう、乗っかった方が面白いのにねっていうのあるよね。なんかね、そのガチ勢が多いっていうか、下手だよなっていうのあるんだよな。なんかその潰そうっていうのって簡単なんだよな。面白くないね、正直。乗っかれよっていう。しゃぶり受験、ごしゃぶ受験。ああ、まあまあ、火消しが火付けになったからね、まあ、だから盛り上がったっていうのはない。俺はあれ完全に火消しなの分かってたから、ガソリン投下になろうと思ったけど、ね。まあ、みどりさんはもう使わないって決めたろうね、あの瞬間。でも、もともとみどりさんに噛み合うタイプじゃないから、俺は。どっちしろ使われないよ。それはもう途中で気づいたね。暗黒向いてないっていうか、暗黒リスナーからも受け悪いから。スタイルが違いすぎるから。まあ、もう暗黒系と絡むことはないでしょ。ないよ。だって暗黒のリスナーがうちのリスナーになると思えないもん。それに気づいたのがやっぱ3年目ぐらいかな。だから暗黒系に無理に絡まなくなったでしょ俺。まあ絡む意味があるとしても橋本くんぐらいじゃないの、もし仮にあるとしたら。便所が沼地のオーディションに来てたのはあいつの黒い、やあれもったいなかったよね。便所さんは格落としちゃったよね多分。キャラ違うから。でもまあ盛り上げようっていう愛だったんだけどね、便所さんのすり寄りだったんだけど。暗黒が来たらビビって逃げた。何の話してんの玉代さん、全然よくわかんないんだけど。あの喋りづらいんだけど、あの何が言いたいのかどう思ってきたいのかわかんないし、俺別に暗黒の話別に今誰も求めてないんだけどさ、何暗黒が来たらビビったろってちょっとよくわかんないわ。申し訳ないね。あいつなんでいつか消える。ちょっと絡みづらいわ。まあ、どう思ってもらってもどう見てもらってもさ、玉代さんの自由だけど、あの別にそこまで考えてやってないからさ、あの楽しんでるだけだから。便所何が面白いのか聞かせてくれ。あのね、便所さんはね面白いかどうかじゃない。あのね、結局さ、例えば椿さんさ、所ジョージって分かんないじゃん。所ジョージって歌手なの、コメンテーターなの、面白いって言ったら面白くないじゃん。そうじゃないんだよ、所ジョージなんだよ便所太郎さんって。あの、分かる言いたいこと。そのなんつうんだろう、自由な大人感の世界観が好きな人がいるんだよ、一定層。その世田谷ベースを買って読んでかっこいいっていう層がいる。俺はその層はありだと思ってるよ。実際そのかっこいいよ。だからそのなんつうの、裏方の人とつながるじゃん。あの取り巻き多いでしょ便所さんって。だからそういうタイプなんだよ。で、便所さんも分かってるでしょ自分のキャラクター。なんかちょっと大人なんだよあそこは。だからその受けを取る面白さじゃないんだよ。面白さっていろいろある。例えばさ、そのごっつええ感じとかさ、なんつうの、ゴールデンタイムの岡村隆史とかの番組が面白いって言ってる層が情熱大陸面白いって思わないでしょ。そういうのと似てると思うよ。だから面白さ分かんなくていいんだよ。分かんないところは面白いと思うところを見ればいい。
フォローありがとう。面白いと思ってる層があるわけだから。ドレさんいじられてなんぼ。俺はドレさんに求めてんのはそこじゃないかな。究極の独自路線行ってほしかったね。下手したらその見たことないジャンルができるはずだったんだよね、俺の予想だと。完全に読み違えてたね。ドルさんは究極の独自路線、その永井先生の大人バージョンっていうか、本当にそれこそ初期のコンセプトのドレの深夜食堂が完成してたと思うの。多分ね、初期コンセプトとだいぶずれてるはずなんだよ、今。で、初期の頃は本当に人数は少なかったかもしれないけど、完成高かったんだよ。で、俺そのまま行くと思ったらね、まあ飲まれたね。生放送の世界に飲まれた。リスナーに飲まれた。もうね、正直言うとね、やりたいことやってる感じには見えないんだよね。仕事だって割り切ってる感じがする。だからプロになっちゃったんだよ、あの人は。サブカルからプロになっちゃったんだよ。だからもう、なんつうんだろう、面白い話は聞けないと思ってるのよ、ドルさんから。放送ではね。知らん、年収は。わかんない。いやー、面白かったよ。そう。堀込さん、そう。2月、3月頃暑かったんだよ、めちゃめちゃ。超暑かったよね。本当に面白かったよね。で、あの面白さを俺は広めたかったの。ドレさんの2月、3月頃をもっと知った方がいいって。で、超コアなファンが、それこそ100人、200人単位でつくはずだと思ってたの、俺は。違うんだよな。そう。堀込さん、全く2月、3月頃。その通り。1000万以上稼いでるの知ってて、なんで俺に質問したの？いくらぐらいって。これからテレビが衰退してネットの時代になってきて、配信戦国時代が始まってくると思う。ああ、全くその通りだと思うよ。年寄りが死んだらさ、もうテレビなんて全然力なくて、テレビ以上に力持つのはネットタレントだと思うよ。っていうか、ネットタレントもそうなんだけど、芸能人とか降りてくると思う、ネットに。だから下手したら石川紀之とか、ほんとビートたけしみたいになるかもしんないよ。トレさん、ディスリゲー合ってないよね。閲覧増えちゃうからね、味しめてんだよ。いや、昔のトレさん、めちゃめちゃ面白かったよ。超面白かった。毎日見てたもん。毎日見てた。毎晩、本当に楽しみにしてたもん、番組として。見なきゃって。もう、でも、もう抱えてるリスナーの層も嫌だし、話すトークも本当に面白くない。もう腐っちゃったもん。腐っちゃったっつうか、売れちゃったって感じだね。はい、みのりさん、こんばんは。久々。いいっす。ララさん、結構昔から知ってんの？俺は俺がでいたい。俺見てない。つまんないから見てない。じゃあ、俺が言ってんのね、そういうことじゃないのよ。多分名前さんはね、解釈を違え、履き違えてる。俺が言ってる本当の意味とずれてる。俺が言ってんのそういうことじゃなくて、スマホの普及台数ってテレビの普及台数より大きいでしょ。
で、なんでテレビが力を持ってるかっていうと、お年寄りが日本の人口人数が多いから、団塊の世代とかさ。でもそれっていなくなるじゃん、俺らが50代になる頃っていうのは。で、その時に今の若い子ってスマホで生放送とかインターネット番組見るの慣れてるでしょ。だからテレビ業界の制作会社とかがネットの世界のネット番組を作るのが主流になるっていうことを言ってんの、俺は。要は今テレビの持ってるポジションっていうのがネット、こういうので見る、 YouTube であったり Netflix であったりとか Hulu とか、まあこういう生放送サイトとかがメインになるでしょって。そうすると芸能界の最下層と、配信者の上の層が混じって少しずつ入れ替わるよっていう、そうそう、そういう話俺が言ってんの。俺は、俺とかがその配信者になるっていうことじゃないよって。で、万が一もしかするとそうなった時に石川紀之が芸能界の中堅ポジションとかに食い込む可能性があるじゃん。それでさらに一発当てたらビートたけしになる可能性あるよっていう。要はそのネット配信者の中で一番そのガンっていく人の中に石川紀之は一個かすめてるポジションだよっていう話をした。俺らが芸能人みたいに扱われるって話じゃないよ。そう、だから売れなくなった芸人、要はテレビから仕事干されたやつらがネットやってるでしょ。だけどそれよりもネットのトップの人の方が稼げちゃってるんだよ。だから芸能界の芸人さんとか売れない芸人さんとか和道さんですよねって声かけてくるの、今実際。だから立場がちょっと逆転し始めたって話よ。うん。伝わった？個人の生主がテレビ番組みたいになることはないよ。それはあくまでテレビ制作の大型企画だよ。だからこの前やった亀田興毅がテストモデルだよ。生放送できない？何が？うん。おい、次いらっしゃい。YouTuber は知名度あるけど、生配信者はどうなんだろう。あ、でも生配信者これから有名になるよ。あの、夏目さん。有名になるよ。それは予言しておくよ。確かに YouTuber のジョーとか芸能人、そう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 、プロダクションとかに入り始めたりとか、要はあの、なんだっけ、あの、ヒカキンの会社が上場したでしょ。ああいうのがね、あの、出てきてるっていうのは、あの、サブ芸能人みたいなポジションになってきてんね、今。あとはだからそう、ネットの普及台数だよね。もう確実に勝つから。だから世代交代はするよ。だからさ、ビートたけしの頃の芸人さんってさ、要はテレビに出ても最下層扱いだったじゃん。でも徐々に漫才ブームとかでのし上がっていったじゃん。今ではさ、その芸人さんっていうのはもう晴れ舞台じゃん。もうどこ行っても芸能人に芸人さんが必要になってるけど、昔はもうみそかすに扱われてたわけじゃん。それが今の配信者だと思ってんの。な、あの、芸人さんに近いと思うよ。業界に認められてない。でも、いずれ来ると思う。生主は汎用性高いから、 YouTuber とか。YouTuber よりもでも使えると思うよ。地上波で生放送ができないと聞いた。あ、そうなんだ。知らない。俺テレビ見ないから。32歳だよ、石川紀之。俺と同い年。俺と同い年。32。生放送は生放送ネタでしか話が面白くないような。いや、編集能力持ってないだけだと思うよ。あの、YouTuber よりも配信者の方がトークは絶対できる。ただ、編集とかが下手なんだよ。だから、ネタ的には全然面白いじゃん。ただ生放送がなんで受けないのかっていうのを分散しちゃうからなんだよね。あと、リアルタイムで見ないといけないから、やっぱり、難しいんだよね。再生数で言ったら、だって、例えばさ、うなちゃんマンっていう存在、YouTube に全部上がってる再生数カウントした、ヒカキンクラスだと思うよ。ヒカキンクラスとまでいかないけど、本当に億稼いでる YouTuber と同じぐらいだよ。ただ、本人たちが編集とかさ、そういう能力がないから、バラバラに散ってるだけじゃん。知名度で言ったら相当あるよ。
それはね、新宿の警官とかにね、声かけられるとよくわかるんだよ。お前、うなちゃんマンみたいになるぞとか言われるのよ。いや、知り合いだわ、みたいな。ああ、まあ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 。ああ、なるほどね。はいはいはい。ララさん、なるほど。俺はあんまりそういう文化好きじゃないね、名前さんね。だから、そういうの毛嫌いしてやってるけど。あ、そう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 。10時間働いてる人は、だから5分の YouTube の方に人が流れるってことね。そうそう。だから、時間的に余裕のある生活保護精神障害者、もしくは株 FX のトレーダー、大金持ち、ヤクザ、メンヘラ。なんか分かりやすいよね。生放送っていうのが、どういう世界なのか。経営者か、トレーダーか、生活保護か、メンヘラしかいないんだ。あと2位とか。うん。20代の人、まあまあ、可愛い子とかそっち系の路線だったら俺はありだと思うんだけど、実は芸人さんの旬って40代だからね。20代とかってちょっと幼いと面白くないんだよ。だからその芸人っぽい感じで言うと40代は旬だと思うけどな。20代の人間よりも40代の人間の方が喋り面白いと思うけど。うん。あ、そうだろうね。うん。俺もそう思う。テストマーケティングやってて、明らかに業者から金もらってると思ってる。市場は絶対育たないね。俺はだからフワッチはそこに風穴開けた存在だと思ってて、そうだからニコ生ダメだったんだよ。だからどんどん衰退していったんだよね。だからそのお金が回った方が産業が伸びるっていうのをよく証明したよね。たった1年でさ、ここまで成長した配信サイトって今まで過去に前例がないもんね。いや、面白くないから人が集まるんでしょ。要は、なんだろう。バカに見つかっただけだと思うよ。バカの方が多いんだもん。うん。バカに見つかったんだよ。だから、俺は、あ、バカコンテンツかと思って面白くない。だから、急に批判したでしょ。バクソと、なんかくだらない芸を始めた時に批判したでしょ。ダウンタウンとかジュニアは来ないよ。なんでかっていうと、俺が読んでるのは10年後、20年後の話だから、ダウンタウンとかは、ジュニアとかはもうおじいちゃんだから、テレビに居続けて逃げ切れる世代だもん。ロズマンもう二度と来なくていいよ。お前、俺の放送向いてないよ。ロズマンもう来なくていいよ。バイバイ。さよなら。俺、お前がいなくても困らねえから。つまんないもん、よく我慢して見てたな。お前、バカすぎるだろ。バカすぎるだろ。お前の人生暇かよ。つまんないもん、もうつまんないもん我慢して見てるほど人生暇なのかよ。二度と来んな。なあ、みんな。おい、長島さん、お疲れっす。ローズマンいらないよ。誰もお前の放送、お前に俺の放送見てって頼んでないから。いや、頑張んねえわ。うん。頑張んねえわ。二度と来んなよ。
配信会で活躍できないっていうよりも、その芸能人が面白いのは脚本家がいたりとかカメラマンがいたりとか番組制作者がいたりっていうのをこなすのが上手い人だと思ってるから、生放送は向いてないと思う。うん、いや俺のことつまんねえっていうやつ見に来なきゃいいじゃんって思わない？いらねえよ。うん、そんなコメント書かなくていいでしょ。我慢して見てたわっつってたけど、別に我慢する必要ないでしょ。俺も求めてないし。論文のアーチさん、ふわっちもやってるよ。まあ別に見たいもん見りゃいいじゃん。芸人じゃなくて主役は生放送でやっていけると思うんだけど。役者は？役者生放送なんかやったら損しかないでしょ。キャラクターつけちゃいけないんだもん。役が立たなくなっちゃうから。キャラ消すのが仕事だから、あの人たちは。絶対向いてない。どうなんだろうね。テレビ見ないからわかんねえわ。うん。年寄り向けに作ってる番組でしょ。文字を大きくして、わかりやすくゆっくり喋って。ニコ生ってもっと市民権ええと思ってたけど、オワコン化してるよな。うん。オワコン化しちゃう。あ、まあまあ、そうとも言えるね。うん。あ、うまっ。うん。あ、俺もそう思う。椿さんと同意見。うまいよ。ゆうきさん、バカありがとう。うん、ほら、リズム感って天性のものだ。リズム感って天性のものだから、もう無理だよ。54歳でリズムは修正できないよ。中西マンはうまいね。うん、中西マンは俺も注目してる。伸びるかどうかは別問題。まあでも別にいいじゃん。俺はそうだと思ってるからこの業界にいるだけだからさ。別にそのでも俺生主が食えるっていうようになると思ってたよ。こういう風にふわっちみたいなサイトができて、ごっそりその働くよりアイテムで生活できると思ってたからずっと網張ってたの。来ると思うよ。知らない。ナイキ公園に出ましたら、ほら、面白さっていろいろあるからさ。元犯罪者が多いからどうなんだろうと思う。悪い意味で人気になる。悪い意味。
悪い意味で人気になるってどういうこと？悪い意味で人気。なんだろう。どうなんだろうね。なんのかな。犯罪の匂い。叩きのターゲット。だからうさたまってるだけでしょ、リスナーが。要は自分より弱いものを見つけて叩こうっていう人が多いだけでしょ。でもテレビはその声が届かなかっただけで、そういうもんだと思うよ。なんでこいつが人気なんだよとか言ってる親父とかいっぱいいたと思うよ。それをコメントでかけちゃうだけで、こいつ全然面白くねえよ、俺の方が面白いよな、はい、そうですねっていう居酒屋の光景とかよく見たもん、昔。なあ、松本人志なんか面白くねえや。いや、面白いわ、面白いから人気出てんだわ。それを書き込めちゃうんだよ、ただ単に。要は、だから、気違いであったり、元犯罪者であったりっていう、破天荒な人の方が目立つっていうだけだよ。で、目立つ人の方が閲覧取れるっていうだけだよ。だから普通と違う生き方してるとか、普通と違う発想してるわけじゃん。なんかよくベッキーの不倫問題とかからさ、不倫が叩かれてるのよく見たけど、あれよく意味わかんないよな。叩いていいのって被害者だけなのにさ、要は奥さんとかだけなのに、だこいつら何言ってんだろうって感じだよ。だから関心がないから叩けるんじゃない？関心がないから叩けるんだよ。関心があったら叩けないもん。無関心だから人のこと叩けんのよ。いや、適当に言ってるだけで、適当に愚痴ってるだけだと思う。お前ふざけんな、死ねえとか最低とか書いてるだけだよ。意味なんかない。むしろベッキーが浮気して俺得したからね。っていうか、ほとんどの人が得してるんだよ。だってベッキーエロい目で見れるもん。うわー、エロいわーって見れない。俺ベッキーが画面に映るだけでなんかエロくなるけど。いや、本当に弱り切った人とか立場の弱い人はなんか称えるのよ。今度神格化して、その、貶めようっていうか、いじめが始まる。ドレさんはね、見た目ね、ショーン・ケイと同じジャンルだと思ってるね。あのね、なんかね、ちょっとね、知識人っぽいいでたちをしてるんだよね。わ かる？ なんかね、ショーン・ケイに見えるんだよ。なんかそのコメンテーターとかできそうないでたちじゃん、見た目は。だからね、ずるいんだよ、言ってることめちゃくちゃなの。 そうそう、あれずるいよね。中身は相当な気違いだからな。はい、ワード2、お疲れっす。ありがとう、ララさん。ハートありがとう。清廉潔白じゃねえだろ。統合失調症で緊急入院するぐらいの気違いだぞ。相当頭おかしいよ。
なんだっけ、全裸で徘徊してたんだっけ 記憶がないとか言って、気づいたら病院だったとか もう超面白いよ 言ってること、正当なことだけ言ってる俺はって感じなの、いつも。ごめん、何言ってるか分かんないわ。日本語が分かんねえ。ただ考えたこと、思ったこと言ってるだけで、正当なこととか悪党なこととか分かんないね。そんなん考えて喋ってないよ。思ったこと言ってるだけで。血管浮き上がってる それこそね、それを配信で見せてくれって感じだけどね。ドルさんが全裸になって六本木を徘徊する枠とか、俺は全力で支持するよ。フリチンシャドーボクシングとか最高に笑うっしょ。最高に面白いコンテンツだよね。ミュウツーとの試合全裸で来ないかな。あ、いけてるわ、だって。それ最高に俺腹抱えて笑うし、もう全力で囲うわ。統合失調症、元ね。まあ治ってない。軽度の統合失調症だと俺は思ってるけど。フリチンシャドーボクシングはもう最高に面白いでしょ。やってくんねえかな。シリアスなタイプの言ってる感がある。マジックミラー号と でもまあそっち系はやんないだろうな。俺はバカが嫌いなのよ。とにかくバカが嫌いなの。だからそのバカ受けしてるコンテンツやってる配信者も嫌なのね、ちょっと。バカに向けてやってる放送は見れない、正直。頭のいい人なのに。バカがバカとつるんでるんだったら全然いいんじゃんと思うんだけど、頭のいい人がバカに向けてやってると質が下がるっていうか。なんかバカにされてる気になんないのかなっていう不思議な感覚あるんだよね。俺だって最近のドルさん見てるとバカにされてんのかなって思うもんね。ちょっとリスナーとしてよ。まあバカに受けてんだからそういうことなんでしょう。別に嫌いじゃないよ。全然嫌いじゃないよ。むしろ好きだよ。あそこのリスナーがバカすぎて笑えるよ。もともとめちゃめちゃだから面白かったんだって。 びっくりするよ。全然スタイル違うから。めちゃめちゃ激アツだったよ、あの人の放送は。美味しいっていうか、いや、だから、なんだろう。
層が被らなくなったのはいいなと思ってるよね。うん。層が被らなくなったのはすげえいいなと思ってる。俺、麻生太郎好きなんだけど。うん。俺、麻生太郎結構好きだよ。結構バカリスナーがドレさんに流れたから楽は楽かもしれないね。格闘技やるよ、ステゴロ2出たいから。やるやる。ありがとうっつって。やるやる、ステゴロ2。水取ってくるわ。オファーっていう形じゃないけど、エントリーは来たよ。エントリーするっていう。エントリーはした。オファーではない。だから確約ではないってこと。先行ね、エントリー。ントリーはしたよ。ああ、だからそう。俺はそうかもしれない。プロレスが嫌いなんだよ。そう。プロレス嫌いなんだよ。だからプロレス見てる感じがするよね。そう。だから小バカにされてる感じがすんの。だからプロレス見るのなんかバカじゃん。正直。プロレス好きな層って。それに近いのすごいわかる。今分かったわ。そうだ、プロレスっぽいんだ。ガチじゃなくなったんだよ。昔ガチだったんだよね。本気が本気じゃなくなったんだよ。ショーに変わっちゃったんだよ。俺はやっぱ本気が見たいから。そうそうそう、ショーは別にいいんだよ。俺見たくない、ガチが見たい。おう、 RMT いらっしゃい。そうだ、それだ。昔はガチだったんだよ。そう、今プロレスなんだよ。おお、アマモちゃんいらっしゃい。風船ありがとう。楽しんでってね。それだ。やっと分かったわ。そう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 。劇団っていうか、ショーっていうか。中身がない。無理に難しい言葉を使っているだけで中身がない。だから生主を見たいのって生き様じゃん。どういうふうに生きていくかっていうのを見たいわけじゃん。だからその説得力だけしか求めてないよね、リスナーは。うんちくなんかいらないんだ。生き様が見たいだけだもん。残るか残らないかで言ったら、ふわっちでは残ると思ってるよ。残るか残らないかで言ったら、ふわっちでは残ると思ってる。石野変わったっつうか、変わってないでしょ。 変わってないでしょ、石野は。 いつから比べて変わったと思ったの？俺、昔から知ってるけど、それこそ3、4年前から知ってるけど、変わってねえわ、あいつ。あ、ハートありがとう、ララさん。ありがとう。ブロック芸してなかった。へえ、あ、そうなんだ。変わったね。変わったわ。
成長した。すごい成長だな。石野がブロックをしなくなったんだ。すげえな。いや、すごいね。成長だね。マイカさん、違うよ。和道さんの話の方がドレさんより10倍面白いんじゃなくて、マイカさんがドレさんのリスナーより10倍頭いいんだよ。違うって。これいつまで続けんの、そのどれいじり。こんなに今風当たりきついの、どれの深夜食堂って。ああ、そう、普通に対応してたんだ。すごいね、変わったなあいつ。まあ1ヶ月半でお灸ね、据えられたから成長したんじゃない。100倍面白いよねっつって、だから100倍アイテムが飛ばないんだよ、100倍面白いから。 そう、面白ければ面白いほど、質が高ければ高いほどアイテム飛ばない世界だからさ。ドレさんはほら2時とか3時とかからやるから。同感同感っつって お前らふざけんなよ。どれの枠でお前コメント書けねえから、俺んところではけ口にしてるだけだろうがよ、お前らもよ 分かってんだかんな、おい。そろそろいい加減にしろよ、お前ら。お前らどれにブロックされたりとか、どれ嫌いだからって、お前ここはけ口にしてんだろ どんどんやれ 委員会 花火ありがとう。人の悪口って楽しいよね。人の悪口って楽しいな。もっとやろうぜ。もっと悪口言おうぜ。どれを見るやつとかクソだよね、本当に。いや、楽しいね。花火ありがとうね、ララさん。いや、楽しいでしょ。人の悪口ほど楽しいよ。散々ヒールに仕立て上げられたんだからさ。どれさん悪者にしようぜ、今度。あそこが小さい。俺も小さいかな。そこに関して言ったら何にも答えることねえわ。いじりやすさは天性とか言って、まあでも俺はどれに花火投げてるやつはよくわかんねえな。恥ずかしいぐらいレベル、あ、俺も結構恥ずかしいレベルをさらけ出してるタイプだから、そこに関してはまあ 何もないが、俺から言えることは何もない。少数っていうか、もうなんか遊びで暇つぶしで配信をやる時代は終わったっていうのが俺の考え方かな。なんかもうせっかく稼げるチャンスがあるのに、俺は趣味でやるっていうのはもったいない気がするっていうか。まあある程度の層に行ったら稼ぐのはいいことだと思うよ。マジで思ってるかな。仕事になってるからね、実際。これで飯食える時代が来たわけだから、まあ熱いよな。俺は結構この配信家っていう職業はありだなとは思ってるよ。楽だもん。楽だし楽しいもん。
可愛い乗車感。ゲームやりながら喋るのめちゃめちゃ疲れるよ。RMT 俺一回やったけど、ドラクエでも頭の血管切れそうになったもん。他のサイトやってないかな。 YouTube ライブ楽しかったけどね。どうなんだろうね。飯食えるっていうか、売り上げが一番いいのはふわっちだから、移動してないだけだけど。ふわっちみたいなサイトこれから出まくってるね。出まくってるっていうのが現状。今が一番そうどんどんできてる状態だね。すごいよ。いろんなところから声かかるよ。いくらで やりませんかって。引き抜きがすごい。まあ結局契約したところもあるんだけど、移動しなかったね。捨て頃誰でやんの。いや、それは俺が決める権限ないから、弁護さんに聞いてみて。デコポンさん、オープンレックも投げ銭だっけ。外企画も全然やるよ俺。ララさん、まあでもやりたいことやってくよ。別に家の中だろうが外だろうが、結局楽しまないと意味ないからさ。リスナーのラジコンになる気はない。リスナーに何やれっつって何かをやるっていうことは絶対にない、だそういうのが好きな人はそういう人の放送を言ってください。俺は自分の放送をやります。気に入ったら見てください。気に入らなきゃ見なくて結構です。ねえ、サバゲ超楽しみだよね。サバゲはめちゃめちゃ熱い。俺鮫島さんと本気でやろうと思ってるもん。めちゃめちゃ走り回って青春しようと思ってる。サバゲは超やるよ俺。サバゲはめちゃくちゃ楽しいでしょ。フィールドの中で打ち合うの、なんか早く見たいね。早くやりたいもん。考え方筋通ってる。そうそう、お前かさん全然普通に喋ってるだけだよ。サバゲをねやったことないからさ、その童貞を捨てるのは楽しみだよ。高尾さんの歩き配信は超感動した。未来人みたいな衣装、あれは捨て頃の衣装だよ、いやーきつかったよ。でももう足ガッタガタになんだよ。山手線の時もそうだったし、24時間歩くって相当しんどいかんね。あ、多分ね50キロぐらい歩いてんだよ、ジグザグに歩いたから。毎回やりたくないと思うもんな。帰りたい帰りたい。あー、そうそう、俺それがテーマだから、子供は最強っていうか無敵っていうか、子供になりたいんだよね。そう、子供はいいぜ。そう、命を使って遊べる大人になりたいの俺は。いやー疲れるよああいうのは、本当に疲れる。本当に大変だよ。ああフリーズってやつか。多分フリーズってやつだね。いや早くやってみたいよな。早くやりたいな。
そうだね、ワンキルまず童貞捨てるところだよね。まずはワンキルだよ。鮫島さん何回も撮ったらしいよ。うまかったらしいよ。褒められたって言ってたの。ああ、なるほど。まあまあ、そうだよね。計算的に言ったら、一人が二人倒したら、もう絶対勝てるゲームになるわけだから、自分が殺される前に二人殺せばいいって感じだもんね。まあ、一人殺せばいいのか。先に一人殺してる方が有利だから。一人殺したら役目を終えてるわけだもんね。要は、最後に一人生き残ってれば勝ちだもんね。一人殺せる能力だよね。まあそうだよね。何事もそうだよね。負けから入ると面白くなくなるっつうか。でも道具かなり揃えちゃったし、俺多分ハマると思うよ。前々から普通に興味あったから、やろうやろうとは思ってた。鮫島さんから誘われたタイミングが神がかってたもんね。そうだね、ワンキルからいこうね。ワンキルからいこう。そうなんだよね。試し打ちをまだしてないからさ、ベレッタもどんな感じで動くのか分かんないから。そうなんだよ。一回シューティング何度かに行ってみようと思ってて、そう、調整をしないといけないじゃん。そう、武器の使用感に慣れておかないと、どれくらいのスピードで飛ぶとか、どれくらいの距離まで当たるとか分かんないとしょうがないもんね。スナイパーのいい標的になるんだ、やっぱり。あと何が面白い、戦略的だよね。どこまで引き込もうとかさ、
どこで撃とうとか、ね、網を張っていくわけじゃん。だから、面白いよね、そういう戦略的というか。しかも原始的じゃん。本当に戦争なわけだから。相手を殺すことだけ考えてやっていくわけだもんね。すごいシンプルな生き残りゲームだもんな。楽しいよね、絶対。かっけえな。芋って何？28発か。残りの弾倉数が見えるようにすればいいのに、拳銃。隠れるっていうのを芋って言うんだ。早くやりてえな。撃たれたら痛い。 さばき経験者に俺も聞いたんだよ。撃たれても黙ってたらバレないんじゃないのって。バカ痛えよって。 撃たれたくねえから言うんだよって。すっごい痛いらしいよ、バチンって。もうアウトですとかヒットですっていうらしいよ。だけど打たれ続けるだけだって。銃は P90 っていう銃だね。これがサブウェポンでベレッタっていうやつなんだけど、 P90 はこっちだね。これが僕のメインウェポンですね、 P90。 こういう感じ。まあ、そういうので不正するのってなんか全然面白くないから、これは普通に打たれたら打たれましたって言うけど、なんかその攻略本使ったりとかチートするやつってなんかゲームを楽しもうっていう不正じゃないからあんまり好きじゃないね。潜入にはいい銃なんだ。なんか室内戦がいいっていうよね、この銃は。あ、サムライエッジはあれでしょ？バイオハザードに出てくるやつでしょ？バイオハザードのキャラクターが使ってる銃でしょ？
ああ、っていうよね、もう定番だって。欲しくなる。俺がなんか、多分ね、ほら、俺がさ、好きな攻殻機動隊とか、アキラとかでしょ。で、その、なんつうの、そういうなんか SF 的なアニメとかばっかり見てきたから、なんかその、戦争をやるとか FPS ハマりじゃないじゃん、俺。だからこういう風になってくんのかなっていう、特殊部隊っぽいのが好きっていうのはさ、なんかそのファッション的にやりたいんだと思うの。その銃の性能とかをよく分かってないじゃん。だからそういうオタクとはちょっと違うんだよ、多分。あ、そうだ、ヘルメット買おうかな。ヘルメット買わないとな。性能がいいんだよね。でもやっぱ見た目にこだわりたいっていうのあるんだよな。買うの忘れてた。攻殻機動隊面白いよね。俺が今買おうとしてんのこれなんだよ。似合うかな？これをつけてやりたいなと思ってるかな、今は。アマゾンで売ってるやつ。入るよね、大丈夫だよね。ハンク。これが欲しいね。これはどこだ？ヘルメットか。グローブも買わないとか。メガネ曇るんじゃないかな、多分。最初はゴーグルでいいかな。斎藤、渋いね。俺の目を盗みやがったっつって。やっぱ曇るらしいよ。曇るらしいよ。だからすごいやつだと、もうゴーグルの中に空調がついてんの。後ろから空気抜けるっていう。すごかったよ、生で見た。ウィーンって。え、もうへこんじゃったの？早っ。マジで？そんなに早いんだ。
コーラってそういう効果あるんだ。知らなかった。詳しいね、みんな。ジーパン洗おうかな。マスク壊れるって相当の威力だからね。でもさ、よくよく考えたらプラスチックの弾がさ、思いっきりすごい勢いで飛んでくるわけじゃん。割れるよな、ちゃんとしたやつ買わねえとな。それがさ、服とかの上からといい、当たったら痛いよね。それでさ、自己申告しなかったら撃たれ続けるんだよ。ズダダダダダダダってやめてーってなるでしょ。そりゃ言うでしょ、ヒットですって、勘弁してくださいって。だって紫色に青なじみになるって言ってたもんね。それは言うでしょ、ヒットですって。痛いよね。ゾンビ行為は嫌われるとかじゃなくてゾンビでしょ、本当に。撃たれても平気なんだから。子供の頃、改造したレミントンで撃たれたけど血まめみたいになって腫れた。ホルダーもそうだ、リスナーさんが送ってくれるっつってたから、それ楽しみなんだよね。1週間ぐらい待ってって言ってたけど、ありがてえよな。ねえ、ありがたいよ。だからサブマシンが3つぐらいあるから全部あげるって言ってたよ。お装備、スワット装備からもう全部あるって、全部あげるわって。しかもなんかその人大会3位とかになった人らしくて、相当やり込んでる人なんだよね。全国大会3位って相当強えだろ。めちゃめちゃありがたいよね。だからもうそのね、メンバーに貸し出そうと思ってて、レンタルしなくて済むじゃん。もう使ってないしやらないし、あげますって言ってもらえて超ありがてえよ。じゃあ皆さんお疲れ様です。そろそろお疲れ様です。寝ます。ありがとね。また明日。おやすみなさい。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ。